はい、こんにちは。平成29年度の司法試験の採点実感の分析会を、ね、やらせていただきますレック専任講師の矢島です。で、レジュメ2つありまして、まず問題文の冊子ですね。こちらは私がいろいろ手書きで線引いたりとかメモを、ね、入れたりしているものになります。それから、採点実感講師レジュメって書いてあるのね、まあ、共に両方とも、まあ、講師レジュメなんですけど、まあ、こちらの、採点実感分析会講師レジュメって書いてあるやつはこの29年の司法試験の採点実感になります。で、これはちょっと1ページ目のところなんですけれどもね、まあ、この採点実感の、ちょっといろいろ私が装飾を施してるんで、それの見方なんですけれども、この4行目ぐらいですね、こういいところね、答案でこういうところをしっかりとこう学んでいくと点数もらいやすくなるのかなっていうところを実践で引いてあります。で、こう悪い答案の例ね、そういうところは点線で引いてありますので、まあ、そういうところをちょっと意識して後で 見直してもらえればと思いますね。で、まあ、本日、どういうことをやろうかっていうと、まあ、2時間の中でこう7科目やろうとすると、まあ、1科目大体17分弱ぐらいになっちゃうんで、まあ、そのなかなか全部は喋れません。で、そこで何やるかって言ったら、もう今度ね、皆さんが受ける試験に役に立つその情報に絞ってね、そこを解説していくことにしますので、よろしくお願いします。あと、この1ページ目の、ね、2段落目のところに書いてあるんですけど、この29年の司法試験の回答例に関しては後で私が後日、作りまして、で、まあ、年明けの、ね、この矢島の最新過去問&山当て講座の方でやっていきます。あと、論文過去問答練取られている方は心配しないでください。あちらの別の合格者が答案作って、で、また私が解説はするんですけども、講義もレジュメも全部違うもの、講義の内容も違ければね、レジュメの内容も違いますので、特に重複することはありませんから、心配しないでください。さて、じゃあ中身の方入っていきましょう。まず、憲法のところなんですけれども、この2ページのところになりますね。この採点実感の、ね、方を見てください。講師レジュメの方ね。で、そして2ページのところなんですけれども、まあ、今回ね、この憲法の問題っていうのは、まず問題文見てどういうところに着目して憲法上の問題点をね、こう、抽出しなければいけないのかってところで結構迷うところがあるんですよ。で、今回は例えばこの2ページの一番上のところですね、この点のところね、最初のところ、問題文には検討すべき点についてヒントとなる記述が多々あるってありますよね。で、これ具体的には問題文にどう表れてるかっていうと、問題文もちょっと同時にもう一冊の方を開けてください。問題文の方はですね、この最初ね、憲法から順番にくっついてるんですけども、H29 憲法ね、一番最初のところです。で、まあ、いろいろこの最初のね、問題文の1ページ目のところ、いろんなことが書いてあるんで、まあ、何書けばいいのかなって、一見こうちょっとこう焦点が定まらなくなるような感じのところはあるんですけど、ただ3ページ問題文のね、この3ページの方行って、最初のね、ところですね、立法過程では、で、この辺のところ結構ね、すごいヒントが多く出てます。滞在中の妊娠出産を認めないのは女性の自己決定権に対する制約として厳しすぎるのではないかなど、禁止行為が厳格すぎるとかね、あとはこの2行目の終わりの方から3行目にかけてですけど、裁判官の令状等を得ることもなく、警備官限りの判断で直ちに外国人の身柄を拘束することは手続き的保障の観点から問題って形ね。だから前のページ見るとね、まあ、結構いろいろその資料の方にくっついてる法令のことが書いてあるから、どこを今回書けばいいのかというと結構迷っちゃうんですけど、でも結局ね、こういう形でこうまとめてるところがあります。で、これなんでかっていうと、まあ、例えばこう取材者の方ってね、やっぱ取材の意図があって、で、その取材の意図のところをね、皆さんがこうどこまで深く考えられるかってところで、やっぱちゃんと採点したいわけなんですよね。なんで、どの年度の問題もね、憲法は必ずこういうところがありますから、だからそこをね、問題もよく読まないで、なんか自分で勝手にね、こう争点かなんかをこう考えちゃって、それで書いても全然点数になりませんので、憲法に関してはしっかりね、この問題文注意深く読んで、どういうところがしっかりね、聞かれるのかってところを聞いてください。だから例えばですよ、今回その一つ、まあ、その妊娠とか出産の自由という問題ありますけど、もう一つ その収容の問題ですね。で、そこで例えば人身の自由、手続き的な権利の他に、もちろん実態的な人身の自由に対する制約っていう面でも、まあ、問題にはなるんですよ。で、そこのところをじゃあ中心に書いちゃうとどうなのかっていうと、やっぱちょっとここで書かれてることとは少しずれちゃうことなんですよね。もちろん間違いではないと思うんだけど、ここの誘導のところとはちょっと違ってくると思います。人身の自由に関して採点時間の別のところに書かれてました。3ページ、今度すみません、冊子が2つあるんでちょっと紛らわしいですけど、3ページの方ですね、こちら採点実感の、ね、方なんですけども、3ページ見てください。で、この縦3、収容についてってところありますよね。で、この収容について、ほら、ここに書いてあるでしょ、これ人身の自由、こっち実体的な問題なんですよ。手続き面じゃなくてね、まあ、人身の自由という実体的権利の問題と、令状なくして収容されるという手続き的権利、ね、これ実体面と全然違う問題なんです。まあ、手続き的権利の問題であることについてきちんと整理された答案はわずかだと、多分ごちゃごちゃにやっちゃったんだと思うんですよね。
人身の自由ね。で今回例えばじゃこれ全部書くって言ったらどうなっちゃうかって話なんですよ。まずメインは明らかにその妊娠出産の自由で自己決定権の方ね、あちらの方結構中心になってくると思うんですけど、さらにここで人身の自由に関してそこで実体面書いて、でさらに手続き面書いて、あのそれぞれ用いるべき判断枠組みが全然違いますから、それをねあのこの設問1の立場と設問2の立場でさ反論想定して自分の見解でやったらもう本当に薄くなっちゃってまともな憲法論展開できなくなりますから、そういう意味でさっきの問題文の誘導のところね、あそこ見て人身の自由の実態的なところ書こうと思わないじゃないですか。まずねあの前のページ見たらそこを思いついちゃうんですよ。ああ人身の自由も問題となるなっていうふうに思いついちゃうかもしれないんだけど、この誘導に乗っていくと書くべき争点があのだいぶあのこう絞られると思うんですよね。で同じく、今の採点時間のですね今見てもらったところの縦3の2個目のポッチ見てください。まあ、手続き的権利についてなんですけども、まあ、そうすると皆さんが普段あの勉強してるね有名な判例をこう参考にいろいろ応用を聞かせることができるわけですね。まあ、川崎民商事件と成田新報事件っていうのがまあ典型的なんです。で今回どっちの方があの本件の事案に使いやすいと思いますっていうと、あのまあそこら辺のところに書いてあるんですけど、今回はね要はあの裁判官が発する逮捕状なくしてね、要は令状なくして身柄を取れるのかどうかってところが結構手続き上問題にまあなってるってことが問題文全体から読み取れるんですよ。でそういう意味で、まあ、あの令状主義の問題に関して直接言ってるのはあのこちらの川崎民商事件の方なんですよね。川崎民商事件ってのはあの33条の逮捕状じゃなくて35条の捜索差し押さえ許可状の、まあ、ところが一つ問題になったんですけど、まあ、ちょっと令状の種類が違うとはいえ一応その令状なしにですね、こう行政手続きを進めることができるのかっていうところで一つ問題になりますね。まあ、実際川崎民商ってあの、所得税の、ね、質問検査のまあ拒否をしたときにいろいろ罰則とかがあったりとかしてあとねこう調査をできるようなところがあるんですけども、そういうの令状なしにねいろいろどこまでできるのかっていうのがまあ問題になった事案になりますね。ですからまあ私だったらこれだったらあの川崎民商事件のねちょっとこう判例を参考に、まあ、この今回の行政手続きにまあ令状主義でちょっとこう令状の種類が違います。川崎民商はまあ35条ね捜索差し押さえ許可状の方問題になりましたけど、まあ、そこをちょっと応用して、33条の逮捕状が、ね、今回の行政手続きに、逮捕状が必要になるのかどうかという観点からまあ考えていくということになると思いますね。でそうすると、川崎民商事件ってまあどういうところに着目してその行政手続きに、令状主義が、ね、及ぶかどうかということをあの言ってるかというと、まあ、いくつかの、ね、考慮要素をまあ出して比較考慮する視点を出してるんですよ。で、まあ、全部 の考慮要素を多分皆さんがあのその試験の当日に覚えていくというのは結構難しいとは思うんですけども、あの一番大きなねやっぱりこの対立利益っていうのはあの頭の中でイメージはしておかなければいけないと思いますよ。でそういう時にまず基本その令状主義ってのはやっぱり刑事手続きに関する規定ですから、まあ行政手続きには直接ねあの適用されることが本来あの条文上予定されてないんですよね。でまあそれを踏まえた上で、それでもやっぱり行政手続きでもその刑事手続きと同じようにある意味まあその人権を制約するね要素がありますので、まあ何らかの形でその手続き規制を及ぼしていけないかっていう話になってくるわけですよ。でそのどういった、まあ、要件を満たせばその手続き規制が及ぶのかってことを考えたときにそこで比較考慮なんでしょうね。で一番、まあ、まず、大きな対立利益2つ考えると、1つはまずその行政の公益目的なんじゃないですかね。その行政目的自体だから今回 の問題文よく読んで何が今回の行政目的なのかっていうのをしっかりまあ見ていくんですよ。内容とか質とかをね。で一方で、その手続き保障を受けないでその身柄を取る、まあ、裁判官の令状を受けないままね、身柄を取られてしまうことでこう受ける非侵害利益のまあ程度内容、まあ、そういうところをまあ考慮して最終的に、まあ、令状の規制を及ぼすべきなのか、今回の行政処分にね行政手続きに、まあ、令状の、規制を及ぼすべきなのか、そこを頑張って書くんでしょうね。だから、まあ、問題文のさっきの誘導のところも ありましたので、人身の自由の実態的なところね、あそこを例えば普通にあの目的手段審査とかっていう形であの実態的な審査をやってるとやっぱ書くことがなくなっちゃいますし、あとやっぱさっきの誘導のところを見たときに、まあ、そこはいらないんだろうなっていう感じはするんですよね。まあ、そんな感じでよくね注意深く問題文をまあ見ていってもらえればと思いますね。まあ、そんな感じのところを気をつけてください。で憲法で言いたいのは皆さんの今後の試験のためにあのこう、ね、役立つことで言えば問題文をよく読んで何を書くべきかをしっかり絞り込むってことでしょうね。じゃないとあの絶対時間足んなくなりますからね憲法はね。はい、ここら辺のところでした。あとはですね、一応じゃあちょっと時間、まあ、17分ぐらい憲法を喋れるので、あとちょっと他のところをじゃあ時間が許す限り見ていきましょうか。2ページ採点時間の2ページのところを見てもらえますかね。まず縦1の総論というところになります。まあ、問題文には検討すべき点についてヒントとなる記述が多々あるにもかかわらず、まあ、例えば立法過程に関する議論から妊娠等の自由の制限と収容の点が大きなテーマであることに気づくべきであろうと、まあ、いろいろ、ね、問題文ヒントありますよね。それから2個目の、まあ、こっちのところですけど、本門はマクリーン事件など、ね、いくつかの参考となる判例を想起すべき事例だと。でこれらの、判決の趣旨を、ね、理解しその射程を、まあ、意識しながら本事例について論証しようとする答案は説得的であり、まあ、高い評価
かね、まあ、なんか事前にこう覚えたさ事案を無視したあの論証パターン集なんかの基準なんかを出しても全然あの本番の試験では評価されなくてね、やっぱりこう類似のこう事案なんかを想起して、でもちろんその枠組みはそのまま使えるようには問題できてないからね、まあ、その事案に即した形でその判断枠組みを構築し直して、まあ、それで、そのね、自分が構築した、判断枠組みに事例を適用して、まあ、合憲意見の結論を出すというようなところね、まあ、毎年例年あの求められているようなところになりますね。で今度3つ目の、ポッチのところですけれども、非侵害利益を適切に示さないもの、これ悪い答案の例です。あの点線引いてあるところはあの気をつけてください。こういうのやっちゃうとあの本番の試験で痛い目見ちゃうというところね、まあ、非侵害利益を適切に示さないもの、あと意見審査基準を示さないものが散見されると、まあ、これはまあ問題外だろうけどね、意見審査基準を出さずにあの合憲審査なんてできませんからね、まあ、意見審査基準を 一応示していてもそれを採用する理由が十分ではないものね、それから、これらを十分に示すことが、まあ、説得力のある答案の前提でありね、まあ、そういうところをより意識した論述を心がけてほしいってなってます、まあ、あのこの年にはちょっとこの年の採点実感にはっきり書いてないですけど、別の年度の採点実感にはよく、ね、書いてありますけど、この採点実感って何のために出してるかって言ったら将来 の受験生にも当てたメッセージだってはっきり書いてあるわけなんですよね。だからこうやって意識してほしいとか、まあ、いろいろこう受験生に対して要望してますから、そういうところはちゃんと意識してね、あの皆さんが試験受けるときに、今度ねあの試験受けるときに意識してあの答案にね、表現するようにしていってください。それから次のポッチですね、縦1の4個目の、このポッチのところになりますけど、原告の主張、これもね例年ずっと書いてあることなんですよ。採点実感に原告の主張、国の主張、自己の見解を示すことが求められているが、原告や国の主張としてねおよそ認めがたいものを想定して容易に反論するという論述ね、これはあのダメなんですよ。だって説得力全然なくなっちゃいますからね、その自分のところでもね、あ簡単に一言でさあのもう潰せちゃうようなあの反論なんかを書いてもね、自分のところの深みがあの自分のところの論説の深みが出ないわけなんですよ。ここも例年ずっと言われてきてるところです。で、あの、まあ、他の年度のねぜひ採点時間もしっかり分析してほしいんですけど、要は3当事者各人がちゃんと判例や主要の学説知ってること前提なんですよ、そこのところね。だからそれを無視して、あの例えば今回だったら例が挙げられてますけど、まあ、外国人には人権一切保障されないね、日本国憲法の人権保障されないみたいなこと書いちゃいけないわけね。そんなのはあのやったってあのあっさりそんなの批判してもうあの潰して終わっちゃうじゃないですか。そんなところね、何の説得力もないようなものですからね。だから各人の立場がちゃんと、判例とか主要な学説知ってることが前提、これはぜひあのこの年度の採点実感だけじゃなくて直近からどんどんね、まあ、最低でも6年分ぐらいはしっかり分析してもらいたいと思うんですけど、あのやってもらいたいと思います。によって大体毎年同じこと書いてありますから、それをしっかりねあの頭の中置いておいて、それで皆さんの受ける試験であのそれを生かしてほしいんですよね。じゃないとやっぱ点数もらえないですからね、まあ、毎年ずっとこう指摘されていることになってます。それから次の、ポッチのところですけれどもね、この設問1に対する回答をわずか数行にしているものが見られたけどってことになってるんですけども、あの設問1のところね、まずあの全部あの書きます。あのそこのところはあのちゃんとその事例を処理するのに必要なことを全部原告の立場でね、しかもあの大体あの皆さん問題文よくね今後あの憲法の過去を見るとき気をつけてほしいんだけど、設問1って大体弁護士の立場なんですよ。だからやっぱ法あの判例とかちゃんと主要な学説知ってるっていうことを前提に、そういう立場の人がその当事者のためにねしっかりその最大限有利なその憲法構成を、ね、するってことがまあ前提になってます。だからそれで、きちんとね設問1のところではあの問題となる憲法問題全部こう処理をして、まあ、審査基準立ててね、問題となるまあ人権の、性質を明らかにして、でそれが憲法何条で保障されるのか、そこからそのどんな判断枠組みを、ね、用いるのかとかを明らかにして、それでその、枠組みを事例に適用して合憲という結論をまず設問1で一生懸命出しておくんですよね、まあ、そこのところはちゃんとあの弁護士の立場でやることになってきます、どの年度の問題もね。でそして今度被告設問2の方でまあ、反対当事者のまあ反論が一つ入るんですけども、それもやっぱりねあの長く書いちゃいけないっていうのは例年 あの採点時間に書いてあるんで、ポイントだけを指摘すればいいんですけど、ただその反論もやっぱりその主要な判例とか学説を知ってる立場の人がやるんですよ。例えば検察官とかその他ね、その事例によってその反対当事者変わってきますけれども、まあ、いずれにしろど素人そこら辺の通りすがりのまあ人がなんか反論するんではなくて、ちゃんとこの何かしらの法律の専門家になってますからね、まあそういうところで、まあ、主要な判例学説分かってることを前提に、この主張が通ったら裁判で勝てるっていうようなそんなポイント、あの主張をポイントついてビシッとやるの。でそうすると原告の主張もさ判例学説踏まえて説得的な主張されてるでしょ。で被告の反論も短いとはいえでもポイントついて、まあ、判例学説を踏まえた、まあ、反論してるとね、じゃあ果たして皆さん結論じゃあ合憲なのか違憲なのかどっちになるのかって相当迷うはずなんですよね。その悩みをどう考えるのかってことを自分の見解として書くことが例年求められてますからね、まあ、そこのところはあのぜひあの採点時間遡ってねあのしっかりと見てってください、まあ、あの同じようなことなんか重複して何回も書くのを多分こちらの考査員特に憲法 の採点実感で今年ね例年
年度と比べてすごく短いんですよ。たった2ページこれ見て分かるようにね。でもまあ従前ずっとすごい長いやつをね丁寧にこう出して、まあ、くれてますので、まあ、しっかりとねそっちの方読んどいてもらえればいいかなと思いますね。あとちょっとねあと 1,2 分ありますね。憲法の時間ね。じゃあちょっと実態的な話なんですけど、縦のところ見てください。まあ、妊娠等の自由についてとこですけども、多くの党案がね妊娠等の自由が自己決定権として憲法13条に位置づけられるということをね論証できてたと。で2個目のとこですけども、外国人の人権共有主体性について、まあ、これは問題外だろうけどね、まあ、全く触れてない答案が3件で、マクリン事件判決を意識したものの、マクリン事件判決について単純に権利性質を説いた部分しか参照できてない答案が多かったと。で本文ではねここですね3行目、まあ、単純な権利性質説の論述では不十分で、マクリン事件判決の外国人に対する憲法の、まあ、基本的人権の保障はね右のような外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎないと。で在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為が在留期間の更新の際に消極的に事情に侵蝕されないことまでの保障が与えられているものと解することはできないんだと、まあ、ここの理論ここにどう、ね、今回の事案をこう当てはめて考えていくのかというところがまあ主要なまあ問題点なんですよね。まあ、もちろんあの事案が違うんでこれそのまま使いませんよ。在留こちらのマクリン事件の方はあの在留更新拒否のまあ事案でしたけど、今回はあのその、ね、妊娠とか出産妊娠とかという自由に当たると強制出国させられるというまあ事案ですから、まあ、ちょっと違いがありますけど、それをまあ踏まえて、ね、あの応用してまあやっていくわけなんですよ。で例えばその妊娠出産の自由がさ保障されてないってちょっと厳しそうでしょ。だから、まあ、おそらく最終的には憲法13条自己決定権で保障されてるってことになってくるとは思うんですよ。ただマクリン事件判決を踏まえていくと、まあ、憲法上を外国人に保障される権利であったとしても、まあ、それを行使したことで例えば強制出国させられるっていう意味でね、まあ、不利益に扱われてもまあ仕方がないんだってことをおそらくあのこの判例から読み取れると思いますから、まあ、そういうふうに本当に考えていいのかってところを、まあ、皆さんが、どう考えていくのかってことをね答案に出していく感じになってくると思いますね。で基本的にはやっぱりこう在留制度っていうのは、その国とねあと他国とのまあ関係でありまして、まあ、結構この対外的な独立性ねもう本当に国家と国家のまあ問題に影響するようなところになりますので、立法裁量って非常に広いんですよね。まあ、この点ね、まあ、まずそこが大前提になるでしょうね。立法裁量非常に広いんですよ。在留制度どんな外国人をこう我が国に日本に受け入れるかどうかってことに関しては非常に立法裁量が広い。でも一方でその今回問題となっているまあ人権の方っていうのは妊娠出産の自由といって、まあ、それはそれで結構擁護性がね、まあ、高い、そのライフスタイルを決めるようなまあ自由っていうのは、まあ、非常にこう皆さんがもし仮にそういうことが自由にできないんだってことになったとしたら、まあ、それ嫌だと思うんですよね。まあ、あの男の人はちょっと、まあ、あれです、直接的には当てはまんないですけれども、まあ、でももし、ね、あのその女の人の立場に立った時に妊娠出産の自由を制限されるということになると、まあ、相当人格的なこう、ね、利益にこう影響を及ぼすってことがなんかイメージつくんじゃないかと思うんですよね。まあこの2つのでしょうね、もともとそのどういう人をどういう外国人を受け入れるかということに関しては非常に立法裁量が広いということと、多面ね、今回制約が問題となっている人権の擁護性ですね、非常に高いところ、まあ、そういうのを踏まえてこのマクリン事件判決が言うところの、ね、理屈が使えるのかどうか、まあ、そこを考えていくということになります。はい、まあ、大体憲法こんな感じのところですね。で今度ね、行政法行きましょう。すみません、ちょっと2分ぐらい予定過ぎちゃったんですけど、こちら行政法の入っていきます。で行政法今後皆さんの試験に、ね、役に立ちそうなところは、まあ、内部基準のところだと思うんですよ。もう例年ずっとあの過去問を遡って見てもらえれば分かると思うんですけど、あのだいたい処分の、ね、こう根拠法令が結構抽象的なことが多くて、ただその根拠法令をちょっと具体化するためにあの問題文によく内部基準とかね、まあ、その他いろいろ裁量基準の一種みたいなものが出てくるんですけども、今回も、ね、やっぱそういう問題問われてますね。でこれは今後ずっとこんな形で出る可能性が非常に高いところであります。まず、採点時間の4ページの、ところですけれども、まずちょっと大雑把な話をすると、縦2のところ採点方針というところ、ここがちょっと面白いんで見ておこうかなと思いますね。採点方針、採点にあたりこの重視していることはね、こういうところを意識してください。まあ、例年と同じく、まあ、ずっとだから同じようなことをあの伝え続けてくれてるんですけども、問題文及び会議録中の指示に従ってね。だから行政法を気をつけないといけないのはね、あの問題文に設問って形で見出しつけて書いてあるところがあるんですけど、そこだけでは答え出せないんですよ。ちゃんと会議録をしっかり読んでそこの指示に従って答えていかないといけないんです。そこは気をつけてくださいね。まあ、問題文及び会議録中の指示に従って基本的な事実関係や関係法令の趣旨構造を正確に分析検討して問いに対して的確に答えるんだと。で基本的な判例や概念などの正確な理解に基づいてね、まあ、相応の言及をすることができる応用能力を有しているか、事案を解決するにあたっての論理的思考過程をね端的に分かりやすく整理構成し、本件の具体的事情を踏まえたね多面的で説得力のある法律論を展開できているか。でここやっぱ決して知識の量に重点を置くものではない。まあ、あの別に司法試験の論文行政法に限らずなんですけど、全部あのこういうものですからね、知識の量っていうのは思考力をあの試す
のが論文試験の主眼ですので、まあ、ここのところね、まあ最低限の本当に必要最小限の知識つけて、あとは思考力で頑張っていくって形でイメージをしておいてください。で一つね、今後皆さんの試験の方に役に立ちそうなのは、この5ページの一番下のブロックのカッコ4のとこですね、設問にカッコ2です。処分の適法性を判断するにあたって、まあ、通常はその処分の根拠法令をね、もう資料の中から探し出しまして、でその処分の根拠法令からその処分要件の解釈をしていくんですよ。ただ、例年ですね、ここ最近の司法試験の行政法の試験では処分の根拠法令だけではなくて、何かね、その根拠法令とは別の通達とか要項とか、あるいは内部、単純に内部基準って書かれている時もありますけども、そういったね、ちょっと法令とは違うものが同時に出てくるんですよ、根拠法令とは別にね。でそういった時にその内部基準等とその根拠法令との関係整理してね、でその内部基準の内容が果たしてその根拠法令の解釈の時にどういうふうに使われるのかってことをしっかりとイメージして結論を出さなければいけないことになってます。でちょっと中身読んでいきましょう。5ページの括弧4のところですね。これ要はね、道路を廃止する、まあ、普通にね、日常こう使われてた市町村長とかのレベルのね、指導をの廃止の、まあ、問題なんですけれども、一般交通のように供する必要がなくなったっていうのがその道路の廃止要件なんですよ。これが道路法の10条1項ですね。これが処分の根拠法令になります。なんでこの要件を満たすんであれば道路廃止しても違法にならないんだけど、この要件満たさないのに道路を廃止したら違法になっちゃうんですよ。この10条1項っていう法律ね、処分の根拠法令に違反して違法になっちゃうんです。でここを前提にちょっとね、読んでいきますと、一般の公共用に供する必要がなくなったという道路法10条1項の要件を検討し、でこれに関する要件裁量の有無ね、まあこの要件が非常に抽象的ですよね。一般交通のように供する必要がなくなったって、じゃあそれどういう時にこれに当たるというふうに判断できるのかっていうところで、そこのところで多分この文言非常に抽象的ですから、そこのところは判断の余地を 法自体がね、行政庁に多分与えてるんだと思うんですよね。まあそういうところ、あとは例年、これはね本当にもう例年の採点時間どんだけ分析してるかなんだけど、こういう問題よく出るんですけど、やっぱその実質的な根拠ね、法令の文言だけじゃなくて、例えばほらできるとかさ、しなければならないとか、そういう文言も一つは一つ資料になりますけど、決してそこだけで答えを出しちゃいけないんですよ。例年の採点時間、あと今年のやつもそうですけども、その文言だけでは決まりません。その実質的な根拠のところを踏み込んでね、それで裁量があるのかどうかというのを見ていかなければいけませんね。で例えばですよ、実質的なことを考えたときに、道路って一体じゃあどういう性質のものなのかって例えば考えたときにさ、まあ、皆さんがその場で現場で思いつきそうなことっていうのは、道路ってみんなが利用するものではないですか、まあ、公共用物なんですよね。そうするとその公共用物を廃止するとどんなことになっちゃうかっていうと、やっぱり一般市民の生活に影響が出てくるんだと思います。皆さんが普段通ってる道が突然使えなくなったと、そこが廃止されちゃってね、使えなくなって困る道ってどっかありません？なんかどっか駅とか行くときに、なんか普段通ってる道とか突然使えなくなったとかってなったら困るじゃないですか。なので、まあ、そういう道路の公共用物としての、特にその道路の性質を、まあ、ちょっとこう自分の中で考えてみて、でおそらく、そういう支障があるかどうかってことも含めて判断する余地をこの法令が与えてんじゃないかと、その行政庁の方にね、まあ、そういうことを例えば考えていくんですよ、現場思考的にね。でそういうところから考えると、まあ、これは少なくてもこの道路法10条1項っていうのは、その要件、この要件の判断について行政庁に判断の余地を与えてるから、まず要件裁量があるんだなってことが言えるんだと思いますね。でその要件裁量との関係で、でも裁量というのは非常に怖くてですね、まあ、一方でその臨機応変にね、その行政処分ができるという点で、まあ、便利なところはあるんですけども、反面それが、まあ、乱用されてね、逸脱乱用なんかにされてしまいますと、反面ね、その、行政、裁量なんかを逸脱乱用なんかされてしまうと、法の趣旨に反する形でその人権制約がされてしまうんですよ。それって要は違法なことになりますよ。その法の趣旨に、ね、反するようなことを、まあ、しちゃうわけですからね。なのでそういうことをしないようにするために、裁量基準っていうのを内部で、行政内部で、まあ、設けていくんですよ。特にね、例年の司法試験なんかだと、処分の根拠法令自体が本当にその国の法令でね、その自治体の条例ではなくて、もっと上の国の法令で、でも実際にその処分をするのが、例えば市区町村長とか、その県とか都道府県よりもさらに下の市区町村レベルの町の時があるんですよ。でそういう時に、まあ、国がせっかく法令決めてても、その趣旨がよく分かんないまま、市区町村がね、突然選挙で当選したような人がその裁量権行使して、まあ、処分をすると、法の趣旨と反するような処分がされる可能性も出てきますね。でそういうのを防止するために裁量基準というのが、まあ、あるわけなんですね。なので内部基準というのは基本的にそういうために、まあ、あります。でそういうのを踏まえてちょっと読んでいきましょう。そうするとこの発想があるとね、これ読みやすくなると思うんですよ。ずっと例年ね、この発想だから
ね、もう一回最初からこの最初のポッチ、一般交通のように供する必要がなくなったという道路法10条1項の要件を検討し、これに関する要件裁量の有無、それから廃止することについての効果裁量の有無ね、まあ、あの要件満たしたとしても本当に道路廃止するかどうかってことに関しても裁量があるかどうかっていうまた別の問題になります。今私は要件裁量の話してましたけどね、もちろんここもあのその道路の廃止によってどういう支障が生ずるのかってことをおそらく判断して、要件満たすとしてもそこを判断して実際に最終的に廃止するかどうかってことを決める、そういう裁量まで与えてるんだって皆さんが考えるんであれば、それは効果裁量もあることになるんですよね。ただとりあえずね、その内部基準との関係では今回の要件裁量に関するその要件判断に関するその裁量基準が定められてますので、とりあえずあのちょっと今ここの事業では、要件裁量にちょっと絞って考えていきます、まあ、ただちょっと先読んでいきますとね、2行目、効果裁量の有無を検討した上で本件における裁量権の逸脱乱用の有無に関し、まあ、調査不足、考慮事項の不足について具体的な検討を行いね、まあ、要件の判断にあたっていろいろ調査を行政庁側の方でやってるんですけど、十分ね十分な調査をしてなかったんですよね。さらに本件内部基準の法的性質、まあ、裁量基準についての見解を示し、その合理性と基準から逸脱していることについての合理的理由の有無を検討している答案は、これでまず最低限一応の水準ね、ここのところね。でこの一応の水準の、じゃあここのところちょっともうちょっと言うと、このその合理性と基準、合理性とあと基準から逸脱していることについての合理的の理由の有無の検討というのはどういうことかというと、あの裁量基準が仮に今言った通り、まあ、元々の処分の根拠法令自体が抽象的で、まあ、いろいろほら行政庁があの恣意的にね、それを適用してしまうと、判断してしまうと、まあ、不平等が起こってしまうと、まあ、違法な事態が起こっちゃうと、でそれを防止するために、まあ、内部基準、裁量基準というのを立ててるんだとしたら、まずその裁量基準自体が法の枠の中にまず入っていることが前提になるんですよ。内容面がちゃんと処分の根拠法令を具体化しているっていうことがまず必要になってきます。でどうですか、仮に処分の根拠法令をその内部基準が具体化してるんだとして、でしたらその内部基準に従って処分したら、それってどうなんですか。法の要件満たしてるはずですよね。その裁量基準がちゃんとその法の趣旨に沿った形で、その当該処分の根拠法令を具体化してるんであればね、当然その基準に即して処分をした場合、それは当然適法なはずなんですよ。それは処分の根拠法令の趣旨の通りにまあやってるわけですからね。ただあのちょっと気をつけなければいけないのは、あの処分の根拠法令ってのは抽象的ですから、要はすごくね枠が広いんですよ。非常にね枠が広い。でその裁量基準ってのは ほんのごく一部をただ具体化してるだけに過ぎないわけなんです。そうするとその裁量基準の外に出てしまうようなところ、要は裁量基準である要件が定めていたとしてもですね、定められたとしてもとして、そのちょっとこう枠から出ちゃうような時でも、でも大枠の処分の根拠法令の中にまだ入ってる可能性があるんですよ。そういう時は基準から逸脱して処分をしても、まだそれは法の趣旨に沿った処分だってことで合理的な処分になっちゃうわけね。つまりそれ適法になるんだってことです。そこの理解がこの一応の水準のところです。でこれはもう例年ずっと聞いてるからね、司法試験でね、もうひたすらこういうことばっかずっとひたすら聞いてるわけですから、まあ、こんな感じのところがそこです、まあ、もう一回読んでいきましょう。一般交通のように供する必要がなくなったという道路法10条1項の要件に検討し、これに関する要件裁量の有無、廃することについての効果裁量の有無を検討した上で、本件における裁量権の逸脱乱用の有無に関し、ね、まあ、調査不足、考慮事項の不足についての具体的な検討を行い、さらにでここ内部基準、今私が話したいのはここのところね、内部基準の使い方、本件内部基準の法的性質、裁量基準についての見解を示し、その合理性と、これだから要は処分の根拠法令に合ってるかどうかというところを見ます。この合理性はね、でこの基準から逸脱していることについての合理的理由、これだから逸脱しててもまだなお処分の根拠法令の枠の中に収まっている可能性がありますから、そういえばその処分まだ適用になっちゃうんですよね、まあ、そういうところを検討してくれと。だからこれひたすら同じこと聞いてるんですよ、ずっと司法試験ね。この最近裁量基準とか内部基準とか通達要項って形で同じようなものずっと出てきてますけど、ひたすらこれ聞いてるんですよ、ここのところね。だから司法試験の刑事訴訟法ってやたら伝聞証拠出てたじゃないですか、出てきてるじゃないですか、あれと同じなんですよ。この内部基準が出てくるっていうのはね、まさに刑訴法でいうと伝聞証拠のところと同じぐらい司法試験大好きなところになってます。であとね、ここからここが一応の水準ね。だからここにすら行かなかったらもう当然あのもうどうしようもないんですけど、さらにこれに加えてね、もっと点数伸ばすには、上記道路法10条1項の要件に関し、現に通行者による利用が存在し道路としての機能が喪失していない以上はね、道場の要件を満たさないと言えるか否かについて、まあ、具体的に検討し、道場項の趣旨を具体的に考慮して上記要件裁量と効果裁量、まあ、ここの要件裁量と効果裁量ってなんかまとめて書いてありますけど、ちゃんと分けてあの答案にはやんなきゃいけませんからね、全然あの違いますからね、要件裁量と効果裁量ってあの次元が違う話だからね、まあ、要件裁量効果裁量も検討し、で調査不足がなぜ裁量権の逸脱乱用を導き得るのかを的確に説明し、例えばほら要件の判断をするにあたってやっぱりその前提となる事実がきちんとした調査に基づく、ね、正確性のある事実じゃなければいけないはずなんですよ。でそこで調査不足でなんか適当な事実を、ね、その事例にその要件に適用してあの判断したって、それって合理的な判断がされたって言えませんよね。要は裁量逸脱のほら判断枠組みの中で判断過程審査でさ、その前提となる
事実の基礎を書きとかってよくあるじゃないですか。その考慮すべき事情を考慮しないとか、そういういろんな、まあ、その裁量権の逸脱乱用の判断枠組みもありますけども、その判断の前提となる事実っていうのはやっぱりきちんとした基礎が、ね、合理性があることが前提になってますから、そこのところに引っかかっちゃって裁量逸脱乱用で違法になっちゃう可能性があるんですよね、こういうところはね。ここももう例年ずっと同じ思考方法です、司法試験はね。だから同じことをただ事例変えてひたすら聞いてきてますから、ここのところね、まあ、本当に基本が大事になります。ですのでここのところね、でちょっともう一回読んでいきましょうか。 この、これに加えてっていう段落の、3行目ね、まあ効果要件裁量効果裁量も検討し、で調査不足がなぜ裁量権の逸脱乱用を導きうるのかを的確に説明、で上記の考慮事項の不足についてね、 X らの生活上の不利益、本件指導の利用状況、付近の代替的交通の存在の具体的に検討して、で裁量基準としての本件内部基準の合理性を十分、まあ、具体的に検討している答案ですね。まあ、これで良好な答案、一応の水準をちょっと超えて、まあ、良好な答案になってくると。で基本良好な答案に揃えていくと、まあ、合格できます。全部一応の水準だと、8科目ね、司法試験ありますけど、選択科目も含めてね、まあ、全部一応の水準だとちょっともしかしたら受かんないかもしれないんだけど、まあ、良好な答案ぐらいでこう揃えていくとね、まあ、確実に合格できますね。あと、まあ、全部良好だと、なかなか全部の科目できる人がいないんで、まあ、結構結構上位の方のね、順位で受かることが可能になります。この良好の答案で全部揃えたとしたらね。でもまあ中にはね、こう8科目もあってこうすごい失敗しちゃったって科目も多分本番では出てくる可能性があるんで、そういう時のまあ保険をかけて取れる科目ではガンガン取っていくと。でその優秀の答案をね、さらに目指すんであれば、このさらにっていうまあ段落のとこですけど、本件内部基準の合理性に関しね、その趣旨が同意を得る過程でね、利害関係のある者の意見を聴取し、道路の使用実態に関しより的確な認定に資する資料を幅広く収集するところにあると解されることを検討している答案、これでまあ優秀になってくるんだって話になってきますね。まあ法の今回指導を、ね、道路を廃止するにあたって、まあ、近隣住民の同意というのは法令上要求されてないんですけども、内部基準で、まあ、それをまあ要求してるんですよ。でそれが例えばその法の趣旨と違うってことになっちゃうと、まあ、そもそもその内部基準に即した処分がまあ違法にはなってしまうんですけど、仮にまあ皆さんがそれ検討した結果、まあ、法の趣旨をまあ具体化してるんだと、別に法の趣旨を完全にね、完全に一致するわけではないけど、その法の趣旨を一部、まあ、具体化してるんだってことになったら、一応それに即した処分というのは適法の方向になりますよね。その法の趣旨の通りの、処分をしておりますのでね。なのでそういう意味で処分の根拠で、今回のこの道路法10条1項のね、この一般交通のように供する必要がなくなったっていうことを要件とされている趣旨ですね、それとこの内部基準の内容趣旨、それが一致するんだってことを、ここで説明して、いくと、優秀な答案になってくるという感じになってくるんだと思います。まあ、大雑把な話で言うとね、この今のところの括弧4の1行目ですね、一般交通のように供する必要がなくなったっていうのを、例えば、まあ、抽象的な規定ですけど、なんでねこんな抽象的な規定なのかっていうと、まあ、実際その道路の使用状況なんかをその廃止権者が見てね、まあ、市長がそれを見て、でやっぱりその道路の公共用物という、そのみんなで使うものだっていうそのもののまあ性質に着目して、まあ、本当にこうみんなの支障に、生活上の支障がないときにまあ廃止できるんだと、まあ、そういうことを認めた規定なんだと、そういう意味でそこの判断のところに裁量を与えた規定なんだとしたら、まあ、一応ほら近隣の住民 の、 その廃止にあたって同意を得るってことは、一応その趣旨が全く反しないわけではないし、まあ、むしろその趣旨の一部を具体化してるんじゃないかというふうにもまあ思えるわけですよね。ここのところね、近隣住民の生活に支障がないような形で適切に要件裁量を行使しなければいけないんだ、そういうためにこういう、ね、処分の根拠法令の規定になってるんだというふうに捉えたら、近隣住民の同意を得るってことは確かにその根拠法令自体には書かれてないんですけども、根拠法令の趣旨の一部を具体化してるような感じになってくるじゃないですか。まあ、そういうところを判断してもらいたいというところになってくるんですね。でこれもずっと出てますからね、過去問でね、この思考方法ね、だから今に始まったことじゃありませんので、もうずっとこればっか聞いてますから、まあ、今後もねこういう形で出続ける可能性は非常に高いというところですね。まあ、非常に事例を書いたら、だから何回でも聞けるところなんですよ。あと実際、まあ、皆さんが試験受かって行政事件やるときはもうずっとこんなことばっかやってるわけね。なかなか行政っていうのは法令だけでは決まらず、やっぱいろいろ通達とかそういう内部基準でやっぱ結構動いてるんですよ。通達行政って言われてる通りね。だから実際なんか事件処理するときに法律だけ見てたらダメで、やっぱその会のね、こういう内部基準とかも含めて、見ていかないと事件が処理できないんで、なんで、こういう問題をずっと出し続けてるんだと思うんですよね。実際やっぱこう皆さん受かった後にね、それを現場で使えなければしょうがありませんのでね。まあ、大体こんな感じです。あとね、ちょっと全体的な話ですけども、6ページ開けてください。6ページの縦4、採点実感って書いてあるところね。で括弧1全体的印象ね、これはこう受験生の答案を採点して、試験考査員がまあちょっとこう感想をいろいろ書いてくれてるんですけど、一つ気になるところはこの
ちっちゃいポッチがいっぱいありますよね。でちょっと全部喋ってる時間ないんですけど、この下から3つ目見てください。ここだけちょっとじゃあちょっとねここで取り上げたいと思います。下から3つ目、この点線引いてるところは悪い例ね。これねこの行政法に限らず全て の科目によくね言われてることなんですけども、一般的な規範について一応記載されているが、まあ、例えば原告的か処分性の判断基準で、これ別に行政法に限らずね全ての科目に言えますのでね、典型的な論点でやっぱほら事前に覚えてる規範あるでしょ。ああいうことは全部当てはまると思うんですけど、一般的な規範について一応記載されているが括弧書き飛ばしてそれに対する当てはめがされていない答案や、あるいはここですね、提示した一般的な規範と全く別個の根拠で結論を出している答案、これでは一般的な規範が何のために記載されているのかが不明であるし、その要はここなんですよ、内容を正確に理解してないっていう疑念ね。これねやってる本人絶対気づかないんですけど、規範っていうのはやっぱり意味があるんですよ。その規範が定義される理由っていうのがあって、その理由を踏まえた当てはめを絶対するはずなの。憲法の時なんか特に分かるでしょ、まあ、事案をしっかり分析してでその事案を、処理するための適切な判断枠組みを立てるじゃないですか。例えば、ね、悪い例だけど表現の自由でしかも内容規制だからといって常に明白かつ現在の危険、要は本にはさそれはテキストにはね明白かつ現在の危険の基準で書いてあるかもしれないけど、別にそれやらないでしょ憲法の答案で。やっぱりその事案を分析してその問題となっている制約が問題となっている人権の擁護性とか、あと反面その、ね、人権を制約する根拠となる、まあ、公益のところとかそういうのを見て、まあ、そこで最終的にその事案を処理するための基準というのが定まるわけじゃないですか。で当然その基準を定めるにあたってそういうことを考慮してるってことはその意味がよく分かってるんですよ、その規範定立した人っていうのは。なのでその規範定立した趣旨に即した当てはめをしていくことになるんですよね。なのでそれができてないってことなんですよ、このところで。これは全科目にまあ言えます。あとよく書いてあるから、この年の年度も表現は違えどこんな感じのことずっと書いてありますからね、ですので規範はとにかく意味を理解しておくと、丸暗記ではなくてなんでねそんな規範が立てられているのかどうか、まあ、結論からするとうまくね両当事者 の利益考慮をバランスよくやるようなために、まあ、立ててるんですけど、まあ、そういうね意味をよく分かっておくっていうところがまあ大事になってくると思いますね。じゃあこれで大体あれかな。あとね一応念のため、9ページ見てください。今ちょっとせっかくなんでね若干ちょっとすいません時間過ぎちゃいますけど、9ページの今のね設問に括弧にのところです。これ採点実感ね、ここのところね、もう交差員がこんな感想を持ちましたと、皆さんの答案を見てこんな感想を持ちましたってところなんですけど、最初のポッチのとこ、道路法10条1項の一般交通のように供する必要がなくなったという要件について、現に通行者による利用が存在して道路としての機能が喪失していない以上は道場の要件を満たさないと言えるのか、それとも現に利用が存在して諸般の事情を鑑みて必要がなくなったとして廃止できるのかという点をね分析してほしかったみたいですね。まあ実際にはでもそれが少なかったと。それから次のとこ、道路法10条1項の判断における、まあ、今ちょっと要件裁量をせっかく今日話してるんで、まあ、要件裁量の方にちょっと意識集中してほしいんですけど、まあ、要件裁量効果裁量の有無について両者の区別、まあ、効果裁量は同項の要件が充足されている場合であっても裁量権をね、認めることができるか否かという問題だが、それが区別ができていない答案があったと。で裁量が肯定されるこの実質的な理由だから、ほらさっき言ったでしょ、文言できるとかしなければならないとかそれだけで決まんないんですよ。さっきみたいにちゃんと皆さんが自分で趣旨を読み取ってね、この裁量が肯定される実質的な理由ね、これだから毎年書いてあるからね、採点実感にね、ずっと処分の適法性検討する問題ずっと毎年出てますけど同じですからね、まあ、実質的な理由を検討することなく法律の文言のみから、だからできるとかしなければならないっていうねところだけから裁量があるのかないのかってやっちゃいけないんですよ。そうするとですね、同行の認めるという文言のみから要件裁量が認めるとの解釈に説得力を有するか否かについては慎重な検討を要しようとなってますけどね、まあ、例年ボロクソにここ書かれてるところだから気をつけなとおかなければいけないところね。でこれだからぜひね過去問をしっかり分析してほしいと思うんですよ。今ほら私なんとなくだけど今喋れたでしょ、こういうふうに考えていくんだよって話、それが分かっていくんですよ過去問をしっかりこうやってくるとね、ぜひこう遡ってね直近のやつからこうやっていってもらえるとそういう発想が出てくると思いますね。で例えば今みたいにさ、その今の道路法の趣旨なんて事前に覚えてる人は誰もいない、私もそんなものは事前に覚えてるものじゃないし調べたこともないですけど、まあ、一応こう自分でね道路みたいなまあ公共用物っていうのはみんなでまあ使うものだから、まあ、みんなの生活に支障になるような形でまあ廃止しちゃいけないんだろうなってその場で考えるんですよ。それってやっぱ過去問で慣れてるからなんですよね、そういうところをね、このところね、ですのでぜひね過去問分析しっかりやってこういうことを常に思考できるようにしててもらえればと思います。というわけでね、なんで裁量が認められるのか、文言だけでやっちゃいけないんだよ、文言ももちろん一つのヒントになりますけども、それが決定的な要素じゃない、まあ、説得力ないんですよ文言だけでね、要件裁量があるとか効果裁量があるってやっちゃったらね。あと別の年度の司法試験はね、その裁量の程度もかなり具体的に問題にされてるんですよ。例えばあるその内部基準の要件を満たさないときにその処分を取り消すことができるのか、それとも取り越しまではできないけど行政指導ぐらいのことができるのかって形で、その裁量のもっとあるのかないのかっていうところ、これの先ね、どの程度のじゃ裁量があるのかってことが分かってないと処分の適法性が判断できないような問題も出てますのでね、まあ、ここのところはずっと延々と司法試験出てるところになってます。だからそういう意味で文言だけで見たらさ、そういう程度まで判断できないからね、まあ、しっかりとその実質的な理由を考えていくことになってきますね。
あとはですね、下から2つ目のポッチを見てください。本件内部基準の性格でちょっと太字にしているところですね。下から2つ目のポッチ、本件内部基準の性格について処分基準で一応中をつけてきました。これ私の中ね、例年ねこの内部基準が出てきたときに行政手続法の12条1項の不利益処分の処分基準の場合や、あるいはその審査基準ね、行政手続法5条1項の申請に対する処分の審査基準であることが結構多いんですよ。ただ本件はね、その定義、不利益処分、もともと申請に対するこの道路の廃止に関しては当事者に申請権がないから、当然申請に対する処分じゃないから、行政法5条1項の、審査基準でもないしね、今回の内部基準、それからこの行政法の不利益処分かどうかって話なんだけど、不利益処分ってのは特定の名当て人にこうすることが前提になってるんですけど、今回別に特定の名当て人じゃないんですよ。道路の廃止っていうのはね、別に誰かに対してこう特定の人に対してやるわけじゃないんで、結局行政法の、基準ではないんですね。まあ本当に単純な裁量基準なんですよ。このね、歯止めをかけるための裁量基準です。まあ、そこのところが書かれてましたね。あと最後のポッチ見てください。本件内部基準の法的性格を整理していないためか、同基準の合理性につき検討することなく、ほらこれやったらもうアウトでしょ、さっきの司法方法からしたら、ね、内部基準に即した、処分が適用かどうかということを判断するにあっては、その内部基準がやっぱ法の趣旨に合致する内容が合理性があるかどうかということをまず検討しなければいけませんからね。でそれで法の趣旨に合致するような内容の合理性があるということになったときは、その基準に基づいて処分したときはそれ当然、適用になるわけですよ。法の趣旨に即した処分がされていることになるわけですからね。ですからこれ絶対ありえないわけ、こんなことやるってことは絶対ありえないんですよ。同基準の合理性につき検討することなく、同基準に反すると直ちに違法とするという答案、これも絶対アウト。それからこれもダメ、形式論、よくね世の中こういうのまかり取ってんだけど、これ絶対ダメですよ。ここ2行目の途中のとこ、内部基準であっても公表されることにより審議則上拘束を受けるといった表面的な分析にとどまるもの。確かにこれ一般的にはこうなんですよ。あと基本書にも書いてあるの。だけど過去問の傾向を見てると、こんな表面的なことで答え出させる問題一切出てませんから。だからこれもやっぱ過去問検討の成果なんですよ。だから過去問しっかりやらなきゃいけないのね。本には確かにこういうこと書いてあるんだけど、司法試験では少なくてもそんな表面的な議論で終わらせるようなことは予定してないんですよね。もっとここの実質を考えさせる問題をずっと聞いてます。でこれ間違ってることじゃないんだけどね、一般的にはね。でも司法試験はこういう表面的なところのことを分かっていること前提に先を聞きますので、十分気をつけておいてください。だからこれ嘘を書いてるわけじゃない、間違ってるわけじゃないんだけどね。でもダメなんです、司法試験はダメなんです。もっと先を実を考えなければいけないと。そしてそれから、今の続きのところですね。本件内部基準の拘束力の検討においては、前提として道路法10条1項ね、これ処分の根拠法令ですよ。さっきのね廃止要件が定められている、根拠法令ですけど、その路線の廃止の要件に照らし内部基準の合理性を検討すべきであるが、これ当たり前なのね。ほらさっき言った通りさ、内部基準ってのは処分の根拠法令の趣旨に合致して初めてその基準に即した処分がさ、法の趣旨に合うものとして適用になるわけですから、まあ、当たり前のことを言ってますのでね、まあ、このね基本的な思考方法を、まあ、身につけて、もらえればと思いますね。まあ、そのね、10条1項の路線廃止、すいません、ちょっと言いますね、変なボタン押しちゃってね、もう一回ね、この下から3行目、道路法10条1項の定める路線の廃止の要件に照らし内部基準の合理性を検討すべきだと。であと下から2行目の終わりの方ですね、本件内部基準自体の合理性の検討と、あとほらさっき言った通りさ、基準っていうのは抽象的な処分の根拠法令の一部を具体化したに過ぎないから、基準から出た形のところの処分をしたとしてもなおまだね、それが処分の根拠法令の枠の中に収まっている可能性があるんですよね。ですからそこのところの検討ですね、まあ、当該基準から逸脱することの合理性ですね。結局内部基準から逸脱した処分をしていたとしても、結局処分の根拠法令の枠の中に収まっていればそれは合理的な処分なんですよ。法の趣旨に合致した、まあ、合理的な処分になりますから、そこのところも検討してくれと。でこれよく例年の採点実感や取材の趣旨に書かれているのは、個別事情審査義務っていう形でこれよく書かれているからね、ぜひ、採点実感のところもしっかり見ておいてください。これだけじゃなくてね、過去問を遡って見ていってもらえればと思いますね。個別事情審査義務って形でよくここのところ表現されてますからね。さてじゃあ今度、ここで終わりにしまして、あとねちょっと参考ね読まないですけど、この10ページの、ところですけども、この縦語、今後の法科大学院教育に求められるものってよくどの科目にも、まあ、書いてあるんですよ。今年憲法だけ雑だったから今年だけなかったんだけど、他の科目大体こんな感じのこと書かれてます。でこれは皆さん将来の皆さんですね、受験生に当てたメッセージとして読んでおくとすごく参考になりますんでね、まあ、いい答案悪い答案どういうところ気をつけなければいけないことがよく書かれてますので、まあ後で見ておいてもらえればと思いますね。まあ、私が気になるところ線を引いておきました。さて今度じゃ11ページ、いきましょう。民法の方になります。で民法で縦にまず採点方針を見てください。民法縦に採点方針ね、これもちょっと皆さんの今後の、ね、試験に役に立つような思考方法のところをちょっと中心に見ていこうと思ってます。でまず採点方針のところで2段落目ですね、まあ、単に知識を確認するにとどまらず掘り下げた考察をして、それを、ね、明確に表現する能力、まあ、論理的に一貫した考察を行う能力、それから、ね、具体的事実を注意深く分析し、法的な観点から、ね、適切に評価する能力、例えば
これだとね、設問1のところだったので賃借金 の取得事項の問題が出てくるんだけど、地産点いつにするかとかね、そういうところで結構 このところの書かれてることがね、ずいぶん生きてくるんだと思うんですよね。地産点をいつにするのかってところでね、結構争いが生じそうな事案を出してました。賃借権の時効取得ね、法的な観点から適切に評価する能力を確かめるんだと。で次の行、一つの設問に複数の採点項目を設け、採点項目ごとに適切な考察が行われているかどうか、その考察がどの程度適切なものかに応じて点を与えると。ここも従来と一緒だと。でさらにって言ったらなくね、ここも従来と一緒なんですけど、複数の論点に表面的に言及する答案よりも、特に深い考察がされている、問題点について、緻密な、検討し、それらの問題点の相互関係に異を払う、答案が優れた法的思考能力を示していると考えられることが多いと。そのため採点項目ごとの評価に加えて、答案を全体として評価して、論述の緻密さの程度や構成の適切さに、程度に応じて点も与えると。だからこれによって、ある設問について法的思考能力の高さが示されている答案は、別の設問で必要な検討の一部が、なくても、別に答案全体としては不利にならないという、そういう採点でやられてますから、そこは心配しないでください。だから特に多論点型ね、たくさん書かなければいけない、民事系で特に多いんですけど、たくさん書かなければいけないようなことがあっても、なんか全部表面的に書くよりは、しっかりその事案で大事になりそうなところをちゃんとしっかり、書いた方が、書いても、全然不利にならないってところね、ここのところを意識してもらえればと思いますね。最終的に全部自然史とか採点実感を見て、そこに書かれてることを書かなければいけないんだってなっちゃうと、多分それは不可能だと思うんでね、結構いろいろ難しいことも書いてありますからね。でも決してそういう能力を求められてるわけではありませんので、ちゃんと勝負できる基本知識で、勝負できるところを、ちゃんとね、そこで自分で見抜いてね、事案をしっかり処理するっていう感じでやってもらえればと思いますね。であとですね、ちょっと今後のために気をつけなければいけないのは、この11ページの一番下のね、括弧1設問1についてのところですね。でこの全体的な採点実感ってところなんですけども、賃借権の時効取得なんですよ、この設問1ね。でちょっと1行目、賃借権の取得事項の要件とその製品に対する理解、ちょっと製品ってあるところ中心にいきますね。で、あの2段落目、まず B の C に対する所有権に基づく土地明け渡し訴訟に対し、C はね、これこの土地を、占有している人、建物を借りて土地を占有している人ですけど、 C はどのような反論をすることができるか。でここではいわば、C の弁護士の立場に立って B の請求棄却を求める反論がすることができるかね、要は所有権に基づく返還請求されて、それで、今回自分の賃借権を言っていくんですけれども、所有を認めた上で、請求棄却を求めるってことが問題に書いてあるんで、したらじゃあどんなその、主張をするかっていったら、それは当然、相手の所有権を認めた上で占有権限の公弁を言うんだと。でその占有権限の具体的な中身として、賃借権の取得事項なんだよと、そんなことが大雑把に書いてありますね。で、ここはいいんです。ここはいいんです。で、今度次のところになります。今後ちょっと気をつけなきゃいけないのは、でこのね、その賃借権の取得事項の要件を書くことが求められてるんですけども、この1行目です。12ページの。ここで説明すべき要件は、実態法上の要件のことであり、C が主張立証責任を負う公弁事実に限られず、また C が主張立証責任を負う要件事実が何かを論ずることが求められていないと。これは本当に今後気をつけないとね、大失敗しちゃう可能性があるんですけど、民法の試験っていうのは、あくまでも実態法の民法実態法の試験ですから、何か要件を書くときにいちいち、その実態法上の要件を請求原因、公弁、再公弁、再々公弁とかで振り分けちゃいけないんですよ。まず実態法上その問題となっている権利を発生するために必要な実態法上の要件全部挙げなければいけません、原則。ただ例えば2年遡って平成27年の民法の試験なんかは設問がいくつかあったんですけど、明らかに一つだけちょっと設問の形式が違って、他は他の説明は普通に誰 A としてはどういう主張ができるかって書いてあるのに対して、一つだけは例えば C がそのどういう事実をこう主張立証すべきかとかって形で主張立証って言葉が入ってたんですよ。でそういう時は、立証って言葉が入ったら当然それはやっぱ請求原因、公弁、再公弁ってことを意識した言葉になりますから、そういう時は要件事実やるのね。でも逆に言うと、そうやって主張立証とかっていう言葉がない時に要件事実論展開していけないのね。そのある法律効果を発生させるのに必要な要件を全部検討しなければいけないってことになってきます。これはもうずっと例年ね、あとはもう本当にね、ずっと採点実感をもう本当にずっと遡っていくと、そういうこと書いてありますから結構昔のやつなんかはね、そんな感じでそこのところ十分気をつけてください。要件事実民法ってあくまでも実態法の試験ですから、そっちが基本なんでね、要件事実書かせるときはそういう時もありますけど、それは問題文見てね、明らかにそういう問題になってますからね、主張立証とかそういう形になってますんで、十分気をつけておいてください。ちなみに要件事実的に整理しなくても、結果要件事実っぽくなっちゃうのは推定規定があるときかな。それはもう民法の実態法上推定規定がある以上、それを踏まえて要件立てていくことになるから、そこはなんか要件事実っぽくはなっちゃうんだけど、でもそれでも別に請求権とか公弁の形は振り分けてないんですよ。やっぱりそのある権利が発生するかどうかってところを最初のところでまとめて全部必要な要件検討してるはずなんですよね。そういうようなところがちょっとあるというのはね、
ようなところもありますね。これぜひ過去問をね、遡って、6年分7年分ぐらいやってくるとそこの感覚がつかめてくると思いますね。でその時採点時間よく読んでください、そこのところね。ずっと例年こんな感じの思考方法になってきますね。でちなみに賃借権の、ね、取得事項に関してはこんな参考になることが書いてありますね。今の、ね、この4行目2段落目のところになります。12ページの2段落目、上から4行目ぐらいのところですね。民法163と162の2項によると賃借権の10年の取得事項の要件は、10年間賃借権を事故のためにする意思を持って平穏かつ公然と行使すること、賃借権の行使の開始の時に善意でかつ過失がなかったことだと。一応これ条文上の要件になりますね。で、この後、ね、判例との関係ちょっと整理しないといけないんだけど、とりあえずちょっとそのまま読んでいきます。そして賃借権を行使することとは民法601条による物の使用と収益、また事故のためにする意思は賃借権の取得事項については賃借の意思として具体化されるんだという感じね。で、過去書きならちょっと細かいから飛ばしておいてください。で、賃借の意思は、使用借権や地上権の取得事項と区別するために必要で、なお賃借の意思の有無は民法162条の、ね、所有の意思の判断と同じく占有の取得原因である事実、権限の性質によって客観的に定められるんだと。で問題この判例なんですけど、これ皆さんが知ってる判例なはずなんですよ。基本判例でね、賃借権の取得事項の要件これ2つ立ててるんです。不動産賃借権の取得事項の要件として、これね、まず1個目、不動産の継続的な用益という外形的事実と賃借の意思の客観的表現で、これ判例を覚えてるからって言ってこれの要件だけで取得事項を認めちゃいけないのね。当たり前だけど、だって10年とかそうは20年とかもう何も出てないでしょ。だからこれはあくまでもその要件の一部を示しただけの判例だってことで、そこのところは意識しておいてください。ちなみに対応関係なんですけど、このまずね、判例の1個目の要件、不動産の継続的な用益という外形的な事実というのは、この上の実態法上から分析された要件との関係で言えば、この3行目の終わりの方ですね、賃借権を行使することの要件に当たるんだと思います。このね、今の段落の上から3行目の終わりの方、賃借権を行使することは、民法601条によると、物の使用及び収益って書いてあるでしょ。でこれが多分このここのところね、今の判例の要件の1個目、不動産の継続的な要件の外形的事実特に対応するんだと思いますね。それから判例の2個目の要件ですけど、この賃借の意思の客観的表現というのはあるじゃないですか。これは上の実態法上から分析された要件との関係で言えば、この今の2段落目の4行目、事故のためにする意思、ここに対応してるんだと思います。事故のためにする意思は賃借権の取得事項については賃借の意思として具体化されるってことね。なのでこの判例の要件とこの実態法上から分析的に導かれる要件と組み合わせてやっていくことになってきますね。要件の数が増えるわけじゃなくて、その分析された要件の当てはめをするときに判例 の, 要件の使い方を意識するわけですよ。例えばその今の、ね、判例の2個目のところ、賃借意思の客観的な表現っていうのはさ、今の分析的にされた要件の中では出てきてないじゃないですか。だから分析的にされた要件のこの賃借権を行使することの、すなわちこの賃借の意思の当てはめをするときに、この判例の、ね、2個目の要件、賃借の意思が客観的に表現されているってところを生かして当てはめしていくわけね。で具体的には要は賃料を支払ってるっていう事実があればこれに当たるんですよ。でこれ他人物賃貸借の場合が大体想定されてるんで、賃料の支払い相手は別に真の所有者じゃなくても構わなくてね、判例の法理からすると、なので、他人、とにかく所有者以外のものではあってもいいから、賃貸借契約に基づいてきちんと賃料を継続的に払ってるっていう事実、それが、ここの判例の、2個目の要件、賃借の意思の客観的表現というところに当たって、それが同時に、その分析されたこの、ね、上の方の要件でいうと事故のためにする意思、賃借の意思、これが認められるんだってことになってくるわけね。だからこの判例の要件&実態法上分析される要件を組み合わせて結論を出せれば一番理想だったんだと思いますね。失敗しちゃうパターンはだからこの判例だけ覚えてて、この2つの要件満たしたってことで賃借権の取得事項を肯定しちゃうとダメだってことなんだよね。もう10年とかその他必要な要件全然出てませんのでね。であとは面白いのがこの今のね、このブロックの一番最後、本文で特に問題ってちょっと太字にしてるところを見てください。こういうところでね、勝負が決まってきますね。C が C、要は時効の起算点なんですけど、C が使用、C が用益を開始した時点、時効の起算点、C が港湾部分の、ね、占用を開始したのは平成16年10月1日であるが、実際にその利用を開始したのは本件工事が始まった平成17年6月1日だと。要はね、こういう時効の起算点に影響しそうな事実関係が結構細かく書いてあるんですよ、問題文にね。だからその時点で、ここのところは出題者がすごく気にしているところなんだなということを読み取っていく必要が出てくるわけね。これもやっぱ過去問の分析 の結果ね、例年だからそういう形でなんかね、こう出題者が気にしているところっていうのはやっぱ問題文で事細かにいろいろ書かれてるんですよ、このところね。ぜひ過去問遡って見ていってください。なんかあれ、なんでこんなところこんな気にして細かく書いてんだろうなと思ったら、やっぱそこが出題の意図になってるわけね。そういう形でこの今のね、段落の3行目の方です
途中のところですけどもね、線引いてないところも含めて、まあ、前者が時効の起算点だとすると10年の時効が完成していることになるが、後者が起算点だとするとね、10年の時効が完成していないと。そのため、でこの起算点はね、こういうことを気にしないといけないんです。 B による時効中断の可能性と関連付けるなどして、いずれの時点が時効の起算点になるかを検討してくださいってことね。要はあの時効のやっぱりこうね、起算点というのは真の所有者に中断の機会がやっぱ与えられるっていう、その利益も配慮しなければいけないって言われてるんですよ。で、まあ、今回の事案でこの2箇所起算点になりうるあのこう時点が回るんですけど、1個目の時点のところは真の所有者がもう全然ね、あの誰かがこう取得事項を、あの取得賃借権の取得事項をするかどうかとか全く分かんない状況になってるんですね。ただその後の2個目の起算点のところは、そこがちょっと外形的にこう現れてるところになってるから、まあ、真の所有者が時効中断しようと思えば、まあ、できるような状況になってるんです。だからそれに踏まえて、まあ、どっちを時効の起算点とすべきなのかっていうところね、まあ、そういうところを考えてほしいというのがこのところになってますね。まあ、民法も試験はね、まあ、例年の試験の傾向からすると、まあ、まずね、条文を知ってれば、あの担当の知識があれば、とりあえずこうそこそこ表面的に処理できるっていうラインがあるんですよ。でそこを超えたところでさらに点数稼ごうとすると、今回みたいにこれもさ、時効の、ね、起算点ってなんか一見こうある意味さ、こう無機質なもので、なんか比較考慮の視点ってあまりなさそうなんだけど、でも例年の問題ね、そういう表面的なところで処理するところの先のその比較考慮して最終的に決めるようなところって毎年毎年出てるんですよね。だからそこまでいけるとすごく点数をね、民法で稼げるようになりますね。ただどうしてもなんか民法苦手であんまり点数稼ぐ余裕がないって方は、まあ、少なくてもその手前のね、形式的なところで処理できるところまではちゃんと、あの少なくともそこは担当で勉強しておかなければいけないところだからね、まあ、ちゃんとやってって、で民法で点数稼ぎたい人は最終的にその表面上だけではちょっとこう処理できないような先の、ね、比較考慮して最後決めるところ、そこで点数取っていくっていう形でやってもらえればと思いますね。ちなみにこの比較考慮の視点を身につけるにはどうしたらいいかっていうと、やっぱり過去問なんですよ。この本試験のこの問題の質でやっぱこう思考方法を、ね、訓練していくのがやっぱり一番いいですね。まあ、そんな感じで、じゃあこれで民法は終わりにしましょう。あ、そうか、これだけはちょっと言っとかないといけないかな。あの16ページすいません、民法ね、ここはちょっとすごい大事なこと書いてあるなと思ったんですよ。あの特にほら、こう私が横にさらにこう半括弧でとんがった括弧つけたところね、ここはすごくね、あの今後の皆さんのこう試験に役に立つところなんですけど、16ページのですね、括弧4全体を通じ補足的に指摘ってところでね、この2段落目ですね、この横に半括弧つけてとんがってるところをちょっと見てほしいんですけど、制定法の条文は同じレベルで単に並列、あ、要はね、あの民法って当事者の立場で、まあ、こう主張させる問題が結構出るんですけど、その主張の内容の、まあ、適正ですね。要は憲法でいうと判例とか主要な学説を無視した主張を展開しても何の評価もされないってところがあるんですけども、まあ、民法も各当事者の立場に立ってね、まあ、主張反論なんかをこう考えながらやらせる時があるんですけど、そこの注意点ですね、どんな主張すべきか、まあ、制定法の条文は同じレベルで単に並列してるんではない、例えばちゃんと民法の試験なんだよね、刑法から説明してくれてますよ。刑法学は刑法典の条文を構成要件該当性、違法公正有責性という判断枠に即して体系的に整理していると。このような体系化によりある行為が、あ、結論からすると、ね、民法にも体系があるんです。それを無視した主張を展開しても全然点数にならないということです。これはあのほら前にあの別の年度の問題だけど、あの代理を、ね、あの書面でやらなかった事案と、あとそれがあの本人がやってないからその追認の有効性が問題となったやつがあるんだけど、あれちゃんとその保証の事案だったんですよ。なんで保証の成立要件レベルの、まあ、話と、それからその先の効果帰属要件のレベルの話、あの民法も刑法と一緒で、刑法には構成要件該当性、違法性、責任という体系があるのと同じで、民法も体系があって、契約の成立要件レベル、有効要件レベル、効果帰属要件レベル、効力発生要件レベルって4つの体系があるんですね。でそれを無視したあの主張を展開してもダメなんです。まあ、読んでいきましょう。もう一回すみません、今のところね。制定法の条文は同じレベルで単に並列しているのではない、例えば刑法学は刑法典の条文を構成要件該当性、違法性、有責性という判断枠に即して体系的に整理していると。このような体系化によりある行為がある条文の構成要件に該当すれば次に違法性、民法でいうとね、契約に関して言うと成立要件満たして初めて次に有効性、あるいは錯誤無効とかあの詐欺取り消しとかそういう話なんですけど、次に違法性の有無を判断する必要があり、構成要件に該当しなければ違法性、有責性の判断不要だと。民法で言えば成立要件満たさなかったら有効要件とか効果帰属要件とか効力発生要件の話しなくてもいいのね。で、ことが分かると。でこのような判断枠組みが共有されて初めて法律家同士の対話が成り立つと。裁判の場である行為が違法か否かを実態レベルで、意見を対立することがあるのは当然だが、判断枠組みの内容に自体について意見が対立すればそもそも議論が噛み合わないわけね。だからこの体系を無視した主張をしても議論が噛み合わないんですよ、あの裁判の場でね、要はやっちゃいけないんですこういうこと。まあ、この意味でこのような判断枠組みに関する一般的な理解を身につけることは法律実務家としての必須の条件だと。要はさ、
刑法に関してはもう受験生誰でも体系守ってるから、まず分かりやすい刑法から言ってくれてるのね、民法の先生丁寧にね。でここから先次の段落からが民法の話になります。民法においても例えば契約法ではね、これ契約法の話になりますが、まず契約の成否が問題となり、契約が成立すれば、ここ成立要件です。要は成立要件というのは契約内容の意思の合致ですよ。まあ、当事者がその外形面、主観面でね、内容面で意思が合致してるかどうかというところを見ていきます。でちなみに取引の安全の観点から外形で一致してれば主観面で食い違いがあっても契約自体成立させちゃうんですよ、成立要件満たすってことでね。でもそういう時にじゃあその保護はどうするのかといったら、次の段階の有効要件のレベルで、例えば錯誤無効の問題とか、また次の、ね、段階のところで処理することになります。というわけでもう一回、例えば契約法ではまず契約の成否の問題となり、契約が成立すれば次に契約の有効要件ね、ここが錯誤無効とか詐欺手消しとかって話になってきますね、という判断枠組みが一般的に共有されています。まあ、もっと厳密に言えばね、この後効果帰属要件とか効力発生要件、条件とか期限みたいなのがついているときは、さらに効果帰属効力発生要件というのも問題になるんですけど、まあ、ここはちょっと大雑把に書いてくれてますね。まあ、とにかくそういう判断枠組みが一般に共有されており、で物件法ではね、これもやっぱ体系があって、まず物件変動の有無が問題となり、物件変動があれば次に対抗要件、いきなり対抗要件出てこないんです。実体的な権利の変動があって初めて、じゃそれを第三者に対抗できるかっていう次の問題として対抗要件の話が出てくるわけなんですよね。で今回なんでこれやられちゃってるかというとね、答案にやっぱりこういうのが意識されてないってことが書かれてますね。この次のところね、次に対抗要件は問題だな、逆に物件変動がなければ対抗関係の問題は生じない、したがってほらここです。意外とこういうことやっちゃうとダメなんですけど、設問1においては A 新館の本件土地賃貸借契約が公安部分については他人物賃貸借である以上、 A 新館では賃貸借契約が存在するとしてもね、これが占有権限となる余地はないから、借地借家法10条1項の対抗要件の具備は問題にならないんですよ。これ具備してももう何の意味もないの、実体的な権利がの変動等がないから、一切問題にならないんですね。だからここのところ体系を守ってくださいってこと、実体的な権利の手前のところを無視していきなり対抗要件の話をしちゃダメなんですね。他人物賃貸借っていうのは、まあ、皆さんもまあ勉強してご存知だと思うんですけども、契約当事者間では債権的には有効なんですけれども、所有者には一切対抗できないんですよ。ですので形式的に借地借家法10条1項の対抗要件に具備したとしても、実体法的な観点から見たときにね、その所有者に対しては一切対抗できないわけですから、対抗要件の話一切問題にならないのね。そもそも実体上のも権利がないという感じになってきます。ですのでそこのところをまあ無視しちゃいけないという話になってきますね。まあ、これぐらいにしておきましょう。じゃあ民法大体こんな感じの、ね、ところにしておきます。まあ、その他は、ね、気になるところもちょっとこういくつかありますけども、まあ、時間の都合でこの辺にしておきますね。で今度商法、商法に関してはですね、何が今後の試験の役に立つのかというと、例年の過去問を見てると、こう設問がまあ大体3つぐらい出てくることが多いんですけど、たまにね、たまにでもないかな、まあ、結構頻度高いですけど、その設問間の整合性、論理整合性、そこのところが試される問題が出てきます。で本件もそうなんですよ。今回の問題もね、29年も設問2と設問3とのこの整合性が試されているところが一部ありまして、そういうところをちょっと気をつけてほしいなと思いますね。でその具体的なその話をする前に、まあ、ちょっと全般的な話として、18ページ採点時間のレジュメの18ページの一番上の方を見てください。この縦に採点方針、採点実感というところですね。でこの括弧1の2段落目、ちょっと線引いて太字にしているところです。その際論点について過不足なく記述がある答案や、あとここです。まあ、記述に多少の不足があってもですね、まあ、総じて記述が論理的である答案とかね、制度の趣旨などに照らして、まあ、条文解釈をしている答案とか、事案に即して、まあ、具体的な検討がされている答案、事案に即して具体的な検討というのはもちろん三段論法をしていることが前提だから、ちゃんとそれを事例に処理しに必要な、ね、法的な判断枠組みを示していることが前提ですけれども、まあ、判断枠組みを示してね、きちんとその事例に即した検討がされている答案には、ね、一定の高い評価が与えられています。なのでこういう答案を目指してほしいんですよ、皆さんにね。もう何でもかんでも知っていることを、ね、表面的に書き殴る答案ではなくてね、まあ、この事案をちゃんと処理するという意識が書面に、ね、まあ、出るような、そういう答案を、目指してもらいたいんです。でずっとこんな感じのことは採点実感で書かれてますんでね、まあ、従来と同様ってね、ふうに書かれてます。で本件の論理整合性との関係で言いますと、じゃあここはちょっと問題文見ていきましょう。問題文のところを見ていきましょう。まずですね、問題文の冊子の商法のところはね、すいませんちょっと通し番号で振ってないんですけど、公法系、民事系、刑事系の順番で編鉄されてます。で真ん中の民事系は、民法、商法、民事訴訟法の順番になってますんで、ちょっとすいません探してください。ちょっと通し番号がないんでね、申し訳ないです。で商法のところね、この民事系科目で私の手書きで上の方に H29 商法って書いてありますから、ちょっとここで今問題考えていきましょうよ、一緒に論理整合性のところね、ちょっと一緒に問題やっていきましょう。このところは
で、ここですね、株式併合に関して、まあ、株主総会の特別決議がまあいるんですけども、株式併合ってさ、あの複数の株式をこう、まあ、少数の株式にまとめることになるわけじゃないですか。ですので、まあ、それによって株式を失ってしまう株主もまあ出てくるわけね。ですので、まあ、ある意味それを悪用されてですね、少数株主を排除するために株式併合というのが利用されることがあります。でまさに本件これなんですよね。でその、今みたいにその株式併合というのは株主の地位を奪うような形でね、その株主に非常に重大な利害関係が、ね、あることから、まあ、原則その特別決株主総会で特別決議が要求されていると。でその株主総会特別決議の下肢に関してちょっと説問2で、問題が出ております。説問のところはですね、4ページのちょっと結論部分、4ページのところの下の方にあの説問2と説問3って書いてあるんですけど、説問2のところをちょっと見てください。説問2、 G は本件決議の瑕疵を主張して、まあ、株式併合の、ねまあ、承認決議特別決議やったんですけども、G は本件決議の瑕疵を主張して本件決議の効力を否定することを検討していると。で28年7月20日の時点でね、本件決議の効力、あちなみにこれあの、ね、株式併合の効力が生じちゃったことが分かるんです。この何とかの時点で書いてあることでね。あと、まあ、決議取り消し訴訟の、まあ、出訴期間がまだ過ぎてないということも分かると同時に、まあ、でも株式併合の効力が生じて、この G さんね、株式失っちゃったんですよ。株式の併合比率からすると G さん全部株式失っちゃうから、株主総会の決議取り消し訴訟を提起しようにも株主としては提起できないのね。原告提起額が株主としては、ただあのその決議が取り消されると株主になる人っていうのも今あの831条1項後段で、昔解釈論でやってたんだけど、今明文であの原告提起額が認められるようになってますから、まあ、そこを指摘して、まあ、G さんね、まあ、今株主ではなくなっちゃってるけど、まあ、決議が取り消されれば株主になるものとして、まあ、831の1項後段でね、まあ、原告提起があるってことをまあそういう形で使っていきますけど、まあ、今言いたいのはでもそこではなくてね、この28年7月2日の時点で本件決議の効力を争うための、まあ、G の立場において考えられる主張と逃避を、ね、言ってくださいと。で一つ、ね、決議の瑕疵に関しては整合性が問題となるのはですね、ちょっと問題文を見てほしいんだけど、3ページに戻ってください。3ページの縦球、今皆さんに考えてほしいのね、これをね、整合性、そんなに難しい問題じゃないですから、知識としては本当に単純な、あの皆さんが誰でも知ってる知識しか使えません。この縦級のところですけども、平成28年3月31日最終の株主名簿に記載された乙社の株主とその持ち株数は次の通りで、後者が6000株、 G が2000株、あと乙社従業員持ち株会、本件持ち株会理事長 H が1200株で、今見てほしいのはね、この I です。 I が今800株守ってるんです、この株主名簿のところでね、 800株で、この次見てほしいのは縦12になります。3ページの一番下の方ですね、この I さんの800株に着目してください。これに関してちょっと決議取り消し訴訟のね、取り消し事情をちょっと発見してほしいんですよ。12のとこですけども、 I は平成27年10月1日死亡し、で I の唯一の相続人である L がですね、I が保有していた落ち者株式800株をまあ相続したんですよね。まあ、株主名簿上はまだね、あのこの本人、L さんなんです、 I さんなんですけども、まあ実際には相続で L さんがね、株式をまあ所有しているような状況になってますね。で、L は I の生前から落ち者の株主名簿上のね、 I の住所において I と同居で、 I が死亡した後もね、まあ、引き続き同所で居住だと。で次のページで、 L はですね、I の生前から I が本件株式を保有していることを知っていたものの、本件株式の相続により取得した後もね、まあ、名義書き換え請求をしていなかったと。でこれ実際後でその翌年、これ実際相続が生じたのはね、あのその12縦12のもう1行目、27年の10月1日だったんですよ。でこの後年が変わって平成28年のね、何月だったかな、株主総会がね、あるんですけれども、そちらの株主総会の議決権行使の基準日の前までに、あの名義書き換えしないまま、あのちょっとこう固いしてね、過ごしてしまったっていう状況があります。でそんな中でですね、この今のね、4ページの1行目のところ L っていうのがあって、で2行目ね、名義書き換えを請求していなかったが、で3行目、平成28年6月3日、相続により本件株式をまあ取得したことをね、証明する、書面を提示して、で株主名簿の名義書き換えを請求するとともに、まあここちょっと時期には遅れてますけど、まあ別にまあこれはこれでいいと思います。ただその後ね、株式併合に反対する旨の落ち者に通知をしました。あの株式併合に関しては反対株主に株式買取請求権があるんですけれども、その株式買取請求権の要件の当てはめのところでこれ影響してきますね。あと同時に、あの株主総会決議取り消し訴訟のところの取り消し事由のところにもまあ影響します。まあ、いずれにしろですね、これ、株主総会の基準日がこの5ページの定款11条によると、毎年3月31日の時点の株主に、そのね、翌事業年度の、その翌年、まあ、大体5月6月ぐらいに株主総会があることが、まあ、多いですけども、そこの株主総会の定時株主総会の議決権を、ね、与えるという、そういう形の、まあ、規定になってるんですよね。で、そんなような中で
その基準日前に、ね、株式取得したにもかかわらず、まあ、その明記書き換えをしないままこう過ごしてしまったと。でそんな中で、この今の、ね、12の2段最後の段落のところありますかね、株主総会で、まあ、その株式併合に反対しようと思ったね、議決権行使しようと思ったら、議決権行使の基準日において株主名簿上の株主でなかったことを理由に、まあ、L の入場を認めなかったということになってます。でそうするとこれがまず決議取り消し事由になるのかって話なんですよね。でそうするとまず基本なんですけども、まあ、株式の譲渡があった場合ね、まあ、典型的には売買みたいな株式の譲渡があったときは株主名簿の明記書き換えをしないと会社や第三者に対抗できないんですよ。でも今回はそれをやってないんです。基準日前に、ね、それをやっていないんです。でそうすると会社としてはあなたは株主でないですよって形で、まあ、言って議決権を行使させなくても別に何ら株主総会の決議の法令違反はないはずなんですよね。ただその株主名簿の明記書き換えに関しては条文上株式の譲渡って書いてあるんですよ、条文上ね。なので相続の場合はどうなのかってことは書かれてません。まあ、譲渡の時は確かにその売買の時なんかは典型的ですけど、その時は確かに明記書き換えしないと会社に対抗できないんですよ、自分が株主だってことをね。でも相続の時はどうなのか、そこを考えさせる問題になってますね。で仮に、まあ、あくまでもね、その例えば一つの考え方ですけど、株主名簿の書き換え、名義書き換えが要求されている趣旨って何でしたっけ。まあ、なんか他の判例で出てくるじゃないですか。あれは基本的には会社の事務処理上の便宜って言われてますよね。ですので、まあ、会社の事務処理上の便宜ってところを重視すれば、まあ、相続の時でもやっぱ書き換えてくれないと、ね、困りますよって話になるんだと思います。でも一方で、まあ、その相続のやっぱりあくまでも条文からスタートすると、条文上やっぱ株式の譲渡って書いてあるから、で譲渡に相続含まないじゃないですか。なのでそこのところを、ね、こう主軸にして、でなんか趣旨から展開していくと逆の結論もあるんでしょうね。やっぱ結局相続の時は、まあ、明記書き換えしないまま相続人は会社に対して自分が株主だってことを対抗できるんだという形で言えるんだと思います。まあ、いずれにしろそこを皆さんがどう考えるかによって、これが決議の方法の法令違反になるかどうかということが決まるんですよ。例えば、まあ、こういう相続の事例では名義書き換えをしなくても株主に当たるんだと、会社に対して対抗できるんだって皆さんが考えたんであれば、はい、この人今回の事案株主に議決権行使させないじゃないですか。だから決議の方法の法令違反という831条1項1号の、ね、決議取消訴訟の取消事由があることになりますよね。で一方、これやっぱ株主としては対抗できないと、まあ、会社の事務所上の便宜だっていう名義書き換えの趣旨を徹底してね言った場合は株主ではないことになってきますよね。そうするとこれ決議の方法の法令違反にはならないんです。だけど設問にはまずこれ一つそういう形で処理がされるんです。でそれを前提に今度設問3に行くんですけども、この方、最終的に、まあ、反対株主として、まあ、株式買取請求権を行使したいというふうに思ったんですけれども、その株式買取請求権の要件、大きく本当に大雑把に言うと2つありまして、その当該株式併合をするその株主総会決議で議決権を行使できる株主と議決権が行使できない株主とで要件が変わってきます。まず議決権を行使することができる株主に関しましては、この人を実際やってますけども、まず会社にね事前に反対の通知をしておくのね、株式併合に反対する旨の通知をしておきます。でこの人それやってますね。でその後実際にその株主総会決議において、まあ、反対の票を投じなければいけないんですよ。で今回それ投じられなかったんですね、こういう形で会社から株主として認められなかったので、実際に投じられていないんです。ですのでここで例えばこの方が議決権行使できる株主だと、設問2のところで皆さんそれ前提に決議取り消し事由があるというふうに判断したんだとしたら、設問3のところでは、まあ、議決権行使できる株主ですから、それで買取請求権を行使したいというのであれば、反対の通知を事前にするだけでなくて現に、決議で反対をしなければいけない。でもそれをやってない。だから、まあ、まずは形式上要件満たしていないところに行くんですよ。ただ実際その行使ができなかったのってこれ会社側の都合なんでね、そこのところをね、例えば、結局議決権の行使ができなかったのが会社の都合によるんであれば、その不利益を株主の方に課すべきではないとかって形で、まあ、審議則上を修正して、その今回はその会社との関係では、まあ、議決権が行使、その、審議則上会社が株式買取請求権を拒むことが許されないみたいな、そんな感じの流れになってくる可能性が出てきますね。まあ、採点時間になんかそんな感じの流れ一つの筋として書いてありましたね。あと逆に、まあ、今議決権行使できることを前提にやりましたけど、そうか、議決権行使、そうだ、議決権じゃ今度行使できない株主、設問2のところでやっぱこの人議決権行使できないと、やっぱりこう会社の事務処理上の便宜だってことを優先して、この方はやっぱ議決権行使できないから決議の方法の法令違反がないってやった場合は、議決権当該株主総会で議決権を行使できない株主に関しては、はい、株式反対株主の株式買取請求権の件どうでしたっけっていうと、条文上普通に単にその議決権行使できない株主であれば、まあ、普通無限定で条文上は反対株主主の株式買取請求権行使できるんですよね。ただこの時一つ問題があるのは、その株式併合の株主総会を、決議の、ね、基準日前に株
株式を取得しているのに、でも免疫書き換えしてないんですよ。まあ、その後免疫書き換えしてますけど、ちょっと遅いんですよね、時期がね。基準日の後にやっちゃってるのね。だからそういうその、適切な時期にね、免疫書き換え請求をしなかった株主は保護に値しないんじゃないかっていうところが一つ問題になってくるんですよね。そこのところがね、採点時間のところに書かれておりましたね。というわけでね、会社法もここ近年、この問題今のやつがまあ典型的なんですけど、そのやっぱこの各説明間の整合性のところと、あと今さ、実質的にこう会社の利益と株主の利益実質比較考慮するような、話してたのと同じじゃないですか。こういう問題よく出ますよ、ここのところね。なので、会社法もこう表面的なところじゃなくて、やっぱ最終的には当事者の利益ね、会社と株主の比較考慮とか、会社債権者と会社の比較考慮とか、そういうところで勝負が決まりますので、決して知識の量だけでは決まりませんね。ここのところはね、やっぱこう思考方法、事案しっかり分析できるかどうかってところがポイントになってますので、ぜひね、過去問でしっかり問題演習をしてもらいたいと思うんですよね。こういう思考方法を磨くのはやっぱ一番、過去問のこの問題に必要やるのはね、一番いいと思います。ちょっと今のところご紹介しましょうか。採点実感で今私がですね、喋ったところはですね、22ページの一番下のところですね。採点時間 の22ページの一番下、最後の段落、次にっていう段落ありますね。22ページの一番下、次に反対株主の株式買取請求権で、皆さんちょっとペンでね、これ設問3の話なんだけど、ところどころ設問2っていうのが出てくるから、そこ丸で囲っておくといいと思います。ちょっと読んでいきますね。次に、反対株主の株式買取請求権182条の4についても説明することが求められると。株主 L は株主総会に先立ってね、株式の併合を反対する旨を大社に通知で、本件株主総会の会場への入場が認められなかったため、本件株主総会において株式の併合に反対していない。そのため、株主 L が同項2号の反対株主に該当するかが問題ね。これ買取請求権の要件です。で、23ページのところで、この要件について、株主 L が株主総会において議決権を行使することができた株主であると解するか否かについて、設問2における検討と整合的に論ずる。はい、設問2これ丸つけておきましょうよ。今度もね、よくありますから、会社法ね、設問間の整合性を問う問題が出てます。で、こういうところを整合的に書くとすごい点数もらえるはずなんですよね。他の論点を落としちゃったとしてもね、こういうところをしっかり分析すると。で、今度次の段落、設問2、ここもだから丸つけておきましょうよ。初っ端の設問2って始まってますけどね、設問2において、株主 L が株主総会においてその議決権を行使することができた株主であると解した場合はね、形式的には L は会社法182条の4の2項1号に規定する株主の要件を満たしていない。でもその原因が、 L が本件株主総会の会場への入場を求めたにもかかわらず、オツ社の受付担当者が代取の J の指示に基づき不当に拒否したことにあるから、オツ社は同号の規定による L からの株式買取請求権を審議規則上拒否することができないと返しね、あるいは、このような事情から L は同項2号の規定する株主に至り、いずれにしろ L はね、その買取請求権を行使できると、これが一つの筋です。で、次の段落、他方で、また設問2で始まってますので、ここ丸つけておきましょうか。他方での段落の初っ端ね、他方で設問2において、株主 L が株主総会において議決権の行使をすることができた、できなかった株主であると解した場合ね、これだから事務処理上の便宜を優先しちゃった場合ね、設問2のところでね、株主名簿のね、免疫書き換えの制度指示、事務処理上の便宜を優先しちゃった場合ですけども、その株主でなかったとあるとね、解した場合、できなかった株主であると解した場合、会社法182条の4の2項2号に規定する株主に、株主総会の基準日以前に議決権を有する株式を取得しながら免疫書き換えを怠ったものが含まれるか。要は議決権を行使することができなかった株主って、条文上はもう無条件に買取請求権を行使できるような規定にはなってるんですけど、ただ基準日前にその免疫書き換えを請求を怠ったものを保護する必要がないんじゃないかっていう形で、問題が顕在化するんですね。いずれにしろ設問2とこう複数の設問間のところで整合性を取るようなことを意識して書くと、そこのところすごく点数もらえますから、なんでかって言ったら、そういうことできるかなっていうふうにね、楽しみにして問題を作ってるはずなんですよ、作ってる側の人っていうのは。ですので、そこのところをちゃんと答えてあげるとね、ああ、この人は私の作った問題の意味分かってくれたんだなって、すごい嬉しいと思うのね。だからそこは当然点数がかなりこう入ってくると思うんでね、印象がすごく良くなると思いますので、設問間の整合性のところをね、しっかりと意識してもらえればと思いますね。で、一番優秀な答案の例なんですけど、この同じページの23ページの下、半分のブロックのところですね、答案の例って書いてあるところですが、括弧は優秀または良好に該当する答案の例でね、この5行目でちょっと太字にしてないんですけど、設問にっていうところ丸つけといてください。これね、意の括弧はの優秀または良好に該当する答案の例の5行目ね、要件を満たすか否かについて、設問2の検討と整合的に論証しってとこね、設問2ってとこやっておいてください。ここのところをね、会社法の説明ということで、じゃあ終わりにしていきましょう。じゃあ今度民訴法いきましょう。25ページ見ていきます。
民訴法は司法試験のこうもう独特な傾向としてはね、もう毎年会話文で誘導をこう、ね、してそこに答えていくって問題が出てるんですよ。でそれもやっぱ遡って例年の採点実感をね見ていくと、まあ、大体分かってくるんだけど、なんでそういう問題作ってるのかって言ったらね、既存のね論証パターン集皆さん覚えてると思うんだけど、あれをそのまま書くのすごく嫌がるんです。特にまあ、どの科目も基本的にはそうなんですけど、特に民訴法の先生はそれをねもう本当に嫌ってるってことをもう採点時間にガンガンもう分かるように書いてくるのね。今年ももうそうなんですけどね。でそういうことできないようにするために、まあ、ある意味典型的な論点ずっと毎年聞き続けてるんだけど、それを会話文の誘導を入れることによってそのままね事前に決めた答えをそのまま書くことができないような設問形式にしてますね。なのでこういう問題に対応するにはやっぱりその基本的な論点の本当の理解、真の理解をちゃんとやって、で設問の形式とか誘導に合わせた答えをいつでも自分で作れるようにね、これだから事前準備できないんですよね。事前になんかこう形式的に準備できるところではなくて、やっぱ普段からこう基本的な論点の思考をしっかり自分でしておくっていうのがすごく大事になってきます。まあ、そういう意味でちょっと見ていきますと、25ページの縦に採点方針というところを見てください。縦に採点方針ね、答案の採点にあって当たっては、まあ、基本的にはね丸1から丸3の観点を重視だということね、まあ、基本的な原理原則正しく理解とか、まあ、設問で問われていることに、まあ、的確に正面から答えるとか、そういう書いた当たり前のことを書いたんですけどね。でまた縦2の、ね、2段落目ですね。でちょっとこう線引いてあるところ3行目ちょっと太字のところ、例年指摘しているようにもうずっと言われ続けてるんですけど、前に事前に準備していた論証パターンをそのまま答案用紙に書き写したり、理由を述べることなく結論のみを記載したりするのではなく、提示された問題意識や当該事案の具体的内容を踏まえ論理的に一貫した思考の下で最終的には当該事案への当てはめを適切に行う形でね、検討結果を表現することが必要。採点にあたっては受験者がこういったね意識を持っているかどうかというのに非常に留意しているということ、これ例年まあ書かれてますね。まあ、そういうある意味そういう事前のことをそのまま書いても回答にならないような形でねうまく誘導を入れてるんだよね。ただ聞いてる論点は本当にね典型論点ばっかり聞いてます。司法試験の民訴法はねもう本当に事前にみんなが知ってるような論点ばっかり聞いてますけど、そこをね、こう誘導っていう形で、その都度ねどう答えていくのかってことを考えなければいけない問題が出てますね。だからもうそういう問題に対応するにはその基本知識の真の理解をしておくしかないんですよ。どういう形でどういう形式で問われてもちゃんと答えられるように、ね、していくしかありません。で、例えばこのね縦3採点実感括弧1全体を通じてっていうところですけども、まあ、2段落目のあたりでちょっと点線引いてあるところ、検討すべき事項との関係では特に必要ではないにかかわらずね、自分の知っている典型的な論証パターンを書き連ねた上、当該事例の当てはめが不十分である答案、問題文で示されている検討すべき論点を正面から取り上げなかったり、まあ、不意打ち、審議則、蒸し返しなどのねキーワードだけを挙げて、まあ、短絡的に、結論を記載したりとかね、まあ、こんなのはあまり求められてないという感じになってます。典型的な論点をやっぱ深くこう考えられるかってことに関しては規範力のところってよく出るんですけどね、司法試験って。で、まあ、規範力が及ぶ、まあ、客観的な範囲っていうのは、まあ、主文に包含するものじゃないですか。まあ、114条1項が、ね、ありまして、まあ、主文に包含するものだと。でその主文に包含するものっていうのは具体的には、まあ、要は訴訟物の損否に対する判断のところに、まあ、規範力が生ずるわけなんですけど、仮に、まあ、客観的にその規範力のね、その及ぶ客観面のところを超えたとしても、まあ、前訴の不当な蒸し返しになるような時は、まあ、別の理屈でね、例えば審議則とかさ、あと、まあ、限定承認とか不執行のね、合意があったような時の、まあ、事案に限定されますけれども、訴訟物に準ずるものとして規範力に準ずる効力という形で、まあ、本来訴訟物以外のところにも実際最高裁の判例ホールって規範力をこう広げているところが認められているんですよね。まあ、その判例の射程はよく考えなければいけませんけれども、でそういうのを踏まえてですね、ちょっとここを見ていきますとね、30ページ見てください。採点実感の30ページのですね、下から数えた方が早いんですけど、下から2段落目ですね、さらにという段落です。さらにという段落、要はここで学んでほしいのは、規範力が及ばないことに関しては、まあ、蒸し返し防止のためにね、審議則で、まあ、一種主張が制限されるときもあるんだけど、その審議則の使い方ね、これはやっぱ例年ね、当事者のやっぱこう利益をうまく考慮して検討させる問題がずっと出てるんですよ、審議則の問題なんかはね。でそこでちょっとここをご説明していきますと、さらにという段落、さらに本文では規範力以外の理由、例えば審議則などにより X が本件会議の売買契約の成否及びその代金額を誤訴で争えなくなるか否かについて検討すると、まあ、主文が売買契約前提にね、その、まあ、目的物の引き渡し認めてるんですけども、引き換え給付判決がついちゃったんですよね。代金150万の支払いと引き換えにって形で、訴訟物以外のものなんですけど、その150万の支払いみたいな形で引き換え給付がついちゃってるんですよ。まあ、それを前提にちょっともう一回ね、規範力以外の理由、例えば審議則などにより X が本件会議の売買契約の成否及びその代金額を誤訴で争えなくなるか否かについて検討すると。売買契約の成否はこれもろ主文に包含するものになっちゃうから、前訴で売買契約に基づく目的
定義物の引き渡し請求権が任用判決されてるんで、それと矛盾する事実の主張はその規範力に抵触して誤訴で遮断されるんですけども、ただこの大金額のところに関してはね、目的物の引き渡し請求権の損費のところは訴訟物として規範力生じてるんですけども、その反対給付の反対債権の、売買代金のところは別に訴訟物の内容になってませんので、規範力そのものは作用しないんですよ。ただ実際その売買契約の損費の審理を判断するにあたって、まあ、大金額のところもまあ問題になってるはずだから、まあ、ある意味それを誤訴でね、その前訴と矛盾するような理由中の判断にはではありますけれども、それと矛盾するようなことを言うのはやっぱ不当な紛争の蒸し返しになる余地があるんですよね。まあ、そこのところを本当にその、不当な紛争の蒸し返しとしてね、審議則で遮断されちゃうのかどうか、そこをちゃんと検討してくれっていうのがこの問題です。今の段落の3行目ですね。前訴で争点となっていたこと、まずこの大金額ね、前訴で争点になってた、それから X 自身が前訴で認めた大金額であること、それから、紛争の蒸し返しを防ぐ必要があること、まあ、あとねこれが反対利益ですけど、誤訴における X の主張が許されるという方向の事情も挙げて、まあ、とにかくこの、ね、事情比較考慮だからよくね、基本論点としてはさ、まあ、規範力が及ぶ客観的範囲、これは114条1項で主文に包含するもの、それは言い方変えれば、まあ、訴訟物の損費の判断に対して規範力を及ぶんですよ。で、そこから外れるようなものであっても、まあ、実際審議則あるいはまあ別の判例になりますけれども、不実行の合意とかね、あとは、限定承認のね、まあ、有名な最高裁の判例がありますけど、あれも訴訟物そのものではなくても訴訟物に準ずるものとして規範力に準ずる効力が生ずるっていうのを認めてますけど、まあ、いずれにしろ最高裁の判例は事案に即して何らかの理屈を使って、その主文に包含するもの以外の事項に関してもですね、その紛争の蒸し返しを防止しているところがあります。でもいずれにしろその蒸し返しを、防止するっていうね、結論を取るにあたって規範力以外の根拠を取るんであれば、やっぱりちゃんと比較考慮しろというところがまあ問題になってますね。まあ結構ですね、この審議則、逆に今これ規範力の実質拡張じゃないですか、まあ、規範力そのものじゃないですけど審議則を使ってね、そこの遮断項の範囲拡張できるかどうかってことを見ていくわけなんですけど、別の年度で遡っていくと規範力の縮小の問題が結構この逆のね、本来客観的には規範力が及ぶ事項なんだけれども、所有、例えば完全なる所有権っていうのが元の訴訟物だとして、その一部の共有持ち分権、まあ、代償関係にあるんで、当然そこにも確定判決の規範力が及ぶんですけれども、でもそこのところには規範力が逆に及ばない、規範力の縮小審議則から導かせるような問題が出てたんだけど、その時もやっぱりこの利益考慮をさせてるんですよね。なので、まあ、過去問の傾向からすると審議則を使う時は要注意なんですよ。事前のまあ論証例としては客観的範囲から出るものは審議則って形で、まあ、結構端的に覚えてるとは思うんだけど、それをそのまま単純に答案に書いちゃうだけだと全然点数もらえませんので、まあ、審議則を使う時はちゃんとこの対立する利益をね、しっかりと考慮して、まあ、本当に紛争の蒸し返しになるかどうかというのをしっかり見ていくわけですよね。そうすると何が大事になってくるかというと、まあ、時間がないからこれちょっと全部読みませんけど、まあ、この採点実感やあと例年の採点実感を踏まえて考えると、やっぱりこの不当な蒸し返し、審議則が適用されてね、その不当な蒸し返しとして遮断されるかっていうのは、その誤訴 その訴訟行為の内容だけでなくて、やっぱりその前訴の訴訟活動の内容、そこのところも結構大きい考慮要素になりますので、ちゃんとその事案全体を見てね、比較考慮して不当な紛争の蒸し返しになるかどうか、最終的にその審議則でね、規範力とはまた違うような法的根拠に基づいてですね、その主張を遮断できるのかどうかということをしっかり見ていかなければいけないのかということになりますね。さて、じゃあこれで、ミスはじゃあこんな感じで終わりにしましてですね、次は刑法いきましょう。刑法に関しましては、今後皆さんの試験に役に立ちそうなところで言うと、複数の、ね、暴行とか傷害の結果があるようなときに、まあ、それをまあどこまでの行為をまとめて一つのものとして見ていくのか、あるいはどこからこう、ね、何を基準にこう分断して、まあ、構成要件該当性とか正当防衛過剰防衛の、まあ、成否を考えていくのかというところね、そういうところは多分今後の、まあ、試験に役に立つと思いますので、そこのところちょっと争点を絞って、やっていこうと思いますね。でこの点に関しましてはですね、こちらちょっと先に採点時間見た方がちょっと話が分かりやすいかなと思うんですけども、採点時間の刑法のところを、ね、開けてください。ちょっとね、投資番号がついてないんで申し訳ないですけどもね、採点時間32ページね、32ページで、このね、今回の問題のところはですね、特にこの35ページのところからね、その今のお話ししようとしていることが書いてあります。35ページのカッコ3、コウとオツが A に暴行を加えて傷害を負わせた行為っていうところですね。まあ、コウとオツがね、一緒に、まあ、A に対してまあ暴行をしてですね、でそれで最終的に傷害結果をまあ生じさせちゃってるわけなんですけれども、まあ、ここのところの話になります。でまずね、
このカッコさんの2行目ちょっと太字にしてますけど、1、傷害罪の構成要件該当性、それから共同正犯の正否、それから2、正当防衛過剰防衛の正否ですね。で悪い点なんだけど、この1の点に関してね、要は傷害罪の構成要件該当性と共同正犯の正否のところなんですけど、この1の点についてはこの点線のところ見てください。このね35ページのカッコさんの、4行目3行目ぐらいのところね、公及び乙の行為は A に対する一連の行為であるにもかかわらず、これを体当たり、要は複数の暴行をやってるんですよ。なので、これを体当たり押さえつけ顔面殴打に分断し、各行為についてそれぞれ、これが暴行罪だとか傷害罪だとかって形で構成要件該当性論じちゃったみたいなんだけど、こういうのねやっちゃいけないって、23年の司法試験の採点時間に散々書いてあったんですよね。ここのところね、やっぱこう複数の暴行や傷害の結果が生じるような事案が出てたんだけどね、そういうのをねやっちゃったという感じになってるんだと思います。でそれで共謀の有無、正当防衛、過剰防衛の正否を論じる者が半数以上占めたと。でもこんな構成しちゃったらもう書ききれなくなっちゃうと思うんだけどね、逆に言うとこれやったってことは多分他に必要なこと多分落としてるんですよね。こんなこと普通に書いちゃったら絶対間に合わなくなっちゃうからね、一個一個の暴行について構成要件該当性やって、それで正当防衛がどうなのかって絶対できないはずですからね。で、この後行為を分析的に見ること自体は重要でありますが、行為全体をね、俯瞰してね、評価する視点が欠けてるんじゃないかという形で見られましたね。であとね、最終的に、今回先にですね、特に問題ないところで先に、大きく場面がちょっと2つあって、コートーツが相手方に対して、どういう暴行をしているのかというのがお互い認識し合っている、時点がまずあるんですよ。である時点を境に、そのオツの方がちょっとこう落ちてた石で被害者の方をこう殴ってね、結構大怪我を負わせてしまうんですけれども、その時点ではこう共犯者のこうがそれを認識してなかったのね。そこのところが一つ大きく場面が変わるところなんですけども、この点ですね、事実関係をよく分析していくと、確かに今言った点でね、そのかなりこう突然石でこう殴、あと顔かなんか殴りつけちゃって結構、暴行対応時点も厳しいようなものでありますけれども、そこのところを見たときに一応事実関係よく見てると、まだ急迫相手方のによる急迫性の侵害も続いてるし、あと石で殴ったところもね、防衛の意思がありそうな感じなんですよ、事実関係見ると。そうすると、一見その共犯者がね、一方が気づいてないようなことをやってるっていう点でちょっと場面が違うような感じはするんですけども、急迫性の侵害が継続して、かつ防衛の意思の一連性っていうのも認められるんで、そうするとある意味あることをするときにちょっとね、法的にはここ一体と見なければいけないところが出てくるはずなんです。それはどういうときですか。で今どこに着目してこの一体性見ましたっていうと、急迫性の侵害と防衛の意思ですよね。これってどこの話ですか。刑法でいうと正当防衛の要件の話なんですよ。ですので、少なくても正当防衛の要件を検討するにあたっては、全部これ一連の暴行として、一連の傷害結果として判断しなければいけないはずなんですね。でそこで具体的にどういうところで差が出るかというと、その正当防衛の成立要件の一つの相当性の判断のところなんだと思うんですね。ここのところを一個一個その前後のところで分断して考えるんではなくて、この一連の行為としてその相当性を見ていくんだと。で、採点実感に書かれてましたけど、相当性の判断手法としては、実質的な武器対等を見ていくんだと。武器対等の原則ね、それも形式的な武器対等ではなくて実質的な武器対等を見ていくんですけども、その時このその石で殴っちゃったその前後のところね、石で殴ったところだけ切り離してみるんではなくて、その全体を見ていくんだと。でそれがここになります。この採点実感で言うと今の、ね、ところのちょっと結構下の方になるんですけども、これちょっとすいません特定しづらいんですけど、真ん中辺ぐらいで丸2の点ってありますよね。これ正当防衛の話なんですけど、丸2の点については、でこれの、ね、3段落目のさらにっていう段落見てください。さらに前期の通りオツが A の顔面を殴打した時点でも、コウに対する急迫性の侵害が継続し、コウとオツの行為は同一の防衛の意思に基づくと認められることから、ほらこれ全部正当防衛の要件の話じゃないですか。急迫性の侵害もね、あと防衛の意思の話もね。ですのでその相当性の判断もやっぱ一連の行為として見るべきなんだってことね。だから一個一個その前後で切り離して一個一個相当性見るんではなくて、もうこのね、正当防衛の他の要件のところでもう一体性が認められるんであれば相当性もまとめて判断すべきなんだというところが書かれてますね。でこれ別に今に始まったことじゃなくて、やっぱその23年にも複数の暴行等が出てこんな感じのことが問題になった事案があるんですけど、やっぱその基本的な刑法の思考方法なんですよね。どこのところから、行為をこう分けて判断するのかっていう話になってきます。でちなみにこれ今丸2の点じゃないですか。これって正当防衛過剰防衛の正否のところなんですよ。構成要件該当性のところはどうするかっていうと、一応ですねその石で殴っちゃった行為に関してはもう一人の共犯者知らないんで、もしかしたら構成要件レベルで、つまり傷害罪の構成要件レベルのところの要件の一つで、その共謀に基づく実行行為とは言えないんじゃないかっていう、ちょっとそこの問題の所在があるんですよ。結論として多分基づく実行行為で構成要件の共謀共同罪の該当性認められることになりそうな事案ではあったんですけど、でも一応その共犯者の他方の方がね、その
相手方が石で殴ったということを知らなかったものですから、その石で殴った行為が共謀に基づく実行行為ではないという形で、もしかしたらこの2人のこのね構成要件該当性バラバラになっちゃう可能性が出てくるんですよね。だからそういった意味でその丸一の点ではその前後その石で殴る前に複数の暴行してるんだけど、そこはまとめていいんだと思いますよ。お互いやってることを認識してるから、まあ、共謀共同正犯のほら要件の一つで、やっぱお互いやってることが相互の意思でなくていうのが必要になりますけど、そこはあるんですよね。だからそこのところは一つまとめて、石で殴る前の行為のところは一つまとめて構成要件該当性検討し、そして、石で殴るところは相手方の共犯者が気づいてませんので、まあ、そもそも構成要件該当レベルのところで基づく実行行為があったかどうかというのが不明確なところがありますから、そこは一応こう答案上ねナンバリングを分けて、で構成要件該当性検討するんです。でまあ、どっちもしろ多分この構成要件該当性認められるとしたら、今度正当防衛のやるときはそこはまとめなきゃいけないのね。なぜなら虚悪性の侵害が継続して、正当防衛違法性のレベルの要件を見たときに虚悪性の侵害という要件、そこもつながってると、そして防衛の意思っていうのもつながってるってことになると、そこで相当性分けちゃうのおかしいから、やっぱりそこのところはまとめてみましょうってことになってくるんだと思うんですよね。まあ、そんな感じの書き方があるんかと思います。まあ、これもぜひねこの問題に限らず過去問、ぜひ分析してもらって、あと23年の問題なんかはこういうのをしっかりと見るのにいい題材だと思いますのでね、まあ、ぜひそっちの方もやってもらえればと思いますね。まあ、大体こんな感じな、これが今回の刑法に関しては今後の皆さんの、ね、役に立つような情報なんだと思います。まあ、とにかく過去問ですね。例えば極端な話ですよ、司法試験とか予備試験という話をさ忘れた時にね、司法試験の話を忘れた時にいろいろほら論証例っていうのがあるじゃないですか。であれを例えば公務員、私も昔公務員やってたことあるんですけど、公務員試験の論文ってね、ある意味本当にその論証とかああいうのを覚えててね、そのままもう書きは合格なんですよ、結構しかも上の方でね。だけどやっぱこう司法試験ってそういう問題じゃないですからね、そういうこの既存の知識をどういうふうに生かすのかってことをちゃんと分かっておかないといけないです、普段の勉強の時にね、思考方法をね。でそれをやるのはやっぱ過去問が一番いいんだと思いますね。こういう形で聞かれる問題だからこそこういうふうに考えなきゃいけないんだってことが実感できると思うんですよね。でも公務員試験のもっと単純なこう論文試験の過去問なんかやるときに、こんなことまで考えなくていいなっていうのが分かるからもっと効率のいい勉強するんですけどね、論証例をただひたすら覚えまくるってことをやるんですけど、司法試験はそれを前提にね、もっとこの事例の処理を踏み込んでこう検討するところまで求められてますので、そういう訓練をね普段からやっていかなければいけないのかと思いますね。思考方法を磨くっていうことですね。というわけで刑法に関してはこれ、今の点をねちょっと指摘をして終わりにしようと思います。さてじゃあ次、39B、今度刑訴法いきましょう。刑訴法に関してもね、今後の今度皆さんが受ける試験に役に立つところをちょっとねこうやっていこうと思うんですけども、そうするとですね、捜索ですね、捜索とか差し押さえとかよくね論文試験で出た時にね、もう結構深い問題が出てくるんですけども、ここのところではねネタを変えたらいくらでも何回でも出せるんでね、ちょっとここのところを見ていこうと思います。41ページをちょっと見てもらえますかね。令状、ね、捜索許可状、捜索令状って言ってもいいけど、実際令状の書面で捜索許可状って書いてあるんですけども、その捜索許可状でどこまでできるのかね、捜索差し押さえ許可状の時もありますけど、捜索許可状でね果たしてどこまでのことができるのかっていう話なんですけども、その時にねある令状でどこまでの処分ができるのかってことを考えるにあたっては非侵害利益に着目するんですよ、常にね。非侵害利益、その令状を発布した裁判官がどこまでのその利益の侵害を正当なものとして、要は憲法のね正当な理由があるものとして強要しているのかっていう、そういう観点から考えていくことになってきます。でこの点に関しまして41ページの、結構上の方のね段落ですね、2段落目ぐらい、下線部丸3についてもっていう段落ちょっと探してください。41ページね、採点実感、下線部丸3についても、これはね捜索すべき場所とされた場所、アパートとかマンションの部屋に被疑者とその同居人と、あと第三者の方が来てたんですけども、その第三者のポケットの中にその令状、場所に対する令状で手を突っ込んじゃったっていうやつなんですよね。で典型的にはね、このよくさ捜索許可状でどこまでのことができるのかって基本知識の面では、どんな本にも書いてあると思うんですけども、まずその被疑者は OK、 被疑者の例えば所持品はいける、それから、その同居人の所持品もいける、ただ身体は別だと。身体っていうのはもともとちょっとプライバシーの程度がね、そのこうもうちょっと深いものになりますので、身体は別、ただしその場所にあると、その場所にあるものを隠匿したって疑われるような蓋然性があるとかね、いうような時は、その場所に対する令状でいけるんだって話してますよね。でその第三者の場合どうなのかというと、第三者の
所持品に関しても同じ理屈なんですよ。まあ、原則いけないんです。その場所に対する令状ではもともとそこの、ね、被疑者の所持品に関してはその令状の効力が及んでるというふうに言えるかもしれないけども、第三者たまたま外から出てきてるわけですから所持品にはいけないはずですよね。でただその場にあるものをその第三者が隠匿所持したと疑われるような、例えば蓋然性があるときはいけると、その必要性があればね、その捜索する必要性があって蓋然性もあればいけるというのもあるじゃないですか。でも本件ひねってきました。そういう典型的な事案ではなくて、まあ、第三者登場してくるんですけども、第三者の所持品、携帯品ではなくてポケットの中で 手突っ込んじゃってるから身体に対する捜索になっちゃうんですよね。ですので、その場所に対する令状で、まあ、人の身体に対していけるかで、その人の身体に対していけるかっていう点で考えたときに、結局第三者だろうが同居人だろうが被疑者だろうが関係なくなっちゃうんですよ。その時点でもうその場所に対する令状で身体にいけるかっていう形でもう論点がまとめられちゃうのね。でそれを踏まえて読んでいくと読みやすいと思いますね。ちょっと見ていきましょう。下線部丸3についても、場所に対する捜索と身体に対する捜索と区別できてないと思う。これ多分ね、第三者の所持品の話と間違えちゃったんだと思うんだよね。典型的に入力テキストに書いてあるやつね、じゃないんですね。ここのところね、場所に対する捜索と、身体に対する捜索が区別できてないとはね、これ悪い例で やられてます。で、2行目ですが、身体に対する捜索は人身の自由や、ね、プライバシーの利益の観点から令状により許容される場所や物に対する捜索を伴うものとは性質の異なる、ほら、権利侵害を伴うと。とにかくね、ある令状でどこまでのことができるかっていうのを考えるようになってはもう非侵害利益ですよ。着目ね、非侵害利益、裁判官がどこまでの利益の侵害を憲法のね、正当な理由があるものとして許してるのかどうかね、憲法35条の正当な理由があるものとして許してるのかどうか、そこをちゃんと見ていく必要が出てきます。というわけで、性質の異なる、権利侵害を伴うと考えられることが本件論点の議論の出発点で、司法試験よくね、この捜索差し押さえ関係の、まあ、出てますけど、捜索関係の出てますけど、ひたすらこの視点ですから、もうでこれを手を変え品を変え、本当にこういうことが分かってるかどうかってことを試してくるんですよ。同じことを事例変えてひたすら何回も聞いてきてるからね、過去問ぜひずっと遡ってもう6年7年ぐらいやってくれれば、でちゃんと採点時間ね、しっかり分析してもらえれば、ここのところの感覚がね、身について正しい思考法ができるようになると思うんですけども、ここのところです。で、ね、今の、ね、ところね、性質の異なる権利侵害を伴うと考えられることが本件論点の議論の出発点で、そのような問題意識がなく、でこれある意味あれだよね、もう意味もなく論証パターンそのまま覚えてるような人がやりがちですけど、そのような問題意識がなく、本事例の兵がね、これ、まあ、第三者なんですけど、こう、これ被疑者で、オツがね、その同居人なんですけどね、本事例の兵、第三者兵が被疑者こう、あるいはね、その同居人の内妻オツとは全くの第三者であることを強調し、でこれあら本に書いてある典型的にあれと間違っちゃったんですよ。第三者の所持品の事例とね、でもそうじゃないです、身体の方言っちゃってるわけですこれね、第三者であることを強調し、兵は第三者であるため裁判官の審査が及んでいないから兵の身体は捜索できない、まあ、裏を返せばね、こうあるいはうつに対しては、であれば当然にその身体ってこれだからさっき言った例外なんですよ。原則できないんです。場所に対する令状で身体を捜索することできないんですよ。これ被疑者でも同居人でも一緒ですからね、ですのでこういう誤解されちゃうんだよね、書き方間違えちゃうとね。まあ、裏を返せばこう、あるいはオツに対してであれば当然にその身体の捜索も許されると誤解しているかのような答案が見られたと。またこれもよくね間違える例、別の年度の採点実感にも散々指摘されてましたけど、まあ、証拠が存在する蓋然性が高く捜索の必要性が高いだけでは身体に対する捜索を正当化できない。別の年度なんかだとね、その証拠が存在する蓋然性があることをもって、例えばその令状、場所に対する令状ってほら、同一管理権の及ぶ範囲でね、捜索許してますよね。だけどその管理権の範囲を超えてもできるかのような誤解をしている答案があったとか、その別の年度の採点実感に書かれてるからね、ですのでその場所に対する令状というのはどこまで そのプライバシー侵害を裁判官が憲法35条の正当な理由があるものとして強要したのかということをよく考えて、で事案に即して、きちんと、ね、具体的に検討するというのが、まあ、大事になってきますね。で本当は丸暗記じゃダメなのね、本当にそこの基本知識のところをちゃんと真に理解しているということが必要になってきますね、まあ、ひたすら過去問検討ですよ今度は、ね、こういうことをやるには一番過去問がいいと思います。でこの後ね、今裏を返せばってちょっと太字になってるところ見つかります。下線部丸三についてもっていう今の段落の6行目ぐらいかな、まあ、裏を返せばこうあれをつに対してであれば当然その身体の捜索が許されると誤解している答案、それから証拠が存在する蓋然性が高く捜索の必要性が高いとするだけでね、身体に対する捜索を正当化する答案も見られた。本事例において、差し押さえるべき物が覚醒剤やメモなど比較的小さい物が含まれておりね、これらはポケット内に収められる物であることの関連で論じられていないと。要はさ、場所に対する令状ってのはやっぱ基本場所にしか行けないわけですよ。捜索はね、場所しかできないんです。でもその場所にあるものをその本人が身体に隠匿したってことになったら、それもともと場所に対する令状の効力が及んでるわけですから、だからその場所に対する令状で身体も例外的に、まあ、捜索することができるわけになるんですよね。で具体的な事案でそこが大事になるのは、やっぱその差し押さえるべき物が小さいポケットの中に入るようなものであれば、やっぱそのもともとそこに場所にあったものがポケットの中に入っている可能性がありますからね、まあ、そういうような状況が認められなかったのを当該その問題文にいろいろ事案が事実関係書いてありますから、まあ
まあ、そこのところから事実認定をして、ね、いくという感じになってくるんだと思います。まあ、とにかく基本ですね、もうひたすらね、まあ、ケースもそうですよ、まあ、ひたすら同じことが事例変えて聞かれてます。まあ、証拠法の方はね、まあ、今回328条の証明力を争う証拠って形で、ちょっとこう伝聞、いつも例年出てる伝聞証拠のところと若干少しずらしたところはありますけれども、でも基本ね、同じようなところがこう手を変え品を変えずっと出てるような感じになってますね。それでですね、今ね、この比較的小さいものが含まれておりというところなんですけどね、これの次のところかな、比較的小さいものが含まれており、これらポケット内に、ね、収められる物であることとの関連で論じられていない。それから兵がもともとポケット内に紙片、まあ、覚醒剤密売の内容と思われる記載のあるものを所持していたのか、それとも捜索の際に、ね、これをポケット内に隠匿したと疑いに足りる相当な理由があるのかの区別が十分に、ね、意識されていない等はあったということですね。まあ、その 場所に対する令状ってさ、その場所のものにしか呼ばないから、まあ、それでこう捜索しようと思ったら、やっぱりこうその場所にあったものを隠匿したっていうことが、いや、十分認定できないといけないはずなんだよね。まあ、そこのところをしっかりと意識するっていうのが大事になってきますね。でそれからですね、この次の行でちょっと太字、今度 実践にしているところですね、点線ではなくて実践にしているところ、まあ、捜索を行うこと自体を適法とした場合にはね、本事例、あとこれ今ここ捜索って書いてありますよね。刑訴法でちょっと気をつけてほしいのは、捜索、よく令状で捜索差し押さえ許可状ってよく出てくるじゃないですか、問題文とか、あとは、基本書にね。だけど捜索と差し押さえって全く別 の処分ですので、どっち聞かれてるかっていうのは明確に意識しておいてください。今回捜索の方を聞かれてるんであって、差し押さえの方は聞かれてません。実際は捜索差し押さえ許可状って形で実務上は一通の令状でやれることがあるんですけど、法的性質は、全く別個のもので、ね、本来の捜索許可状と差し、もちろん差し押さえ許可状で別の令状もあります。それを事実上、紙でまとめてるだけであって、法的には全く別の、ね、2つの処分を許可する令状になってますんでね。あとそれぞれ適法要件が変わってきますので、例えば捜索令状に関して一番大きな理由、要件としましては、結局スタートは、ね、捜索でも差し押さえでも憲法35条の令状主義ね、正当な理由に基づいて発布された、裁判官がね、正当な理由に基づいて発布した、令状でされなければいけないんですけども、その正当な理由の解釈の仕方が捜索の場合と差し押さえの場合で変わってくるんですよ。捜索の場合ですと、例えばその令状記載の捜索すべき場所に、要はその非事実に関連する差し押さえ対象物が存在する蓋然性があること、それがその憲法35条の正当な理由の中身になってきます。それに対してその差し押さえの正当な理由というのは何なのかというと、その差し押さえ許可状にね、差し押さえ令状に差し押さえるべき物として書かれた物が、非事実に関連する物だと言えることね、そこが憲法35条の、正当な理由の中身になってくるわけなんで、だから捜索のこと聞かれてるのか差し押さえのこと聞かれてるのかってことは明確に意識してください。別の年度の、ね、司法試験の問題だったんですけど、場所に対する令状で部屋を捜索している最中に外から宅配便が運び込まれた事案がありまして、でその宅配便をその場所に対する令状で捜索しちゃったんですよ、中開けてね。でそれが適法かってこと聞かれたんだけど、あれをね、なぜか勘違いして差し押さえの適法性を前提にこう書いてる答案なんか結構再現答案なんかであるのね。でそれやっちゃってもアウトね、適法要件が全然違うからね、その荷物に対して捜索が適法かっていうのは、その荷物の中に、その差し押さえ対象物、非事実に関連する差し押さえ対象物が存在する蓋然性があるかっていう角度から検討しなければいけないんですよ、そこのところね、その荷物自体が差し押さえ対象物の蓋然性があるかどうかっていうんじゃなくて、その荷物の中に差し押さえ対象物が存在する蓋然性があるかどうかって形で、見て、いくことになってきます。それは普通にアパートの部屋とかを捜索するのと同じだから適法要件で見てるんですよ。その捜索すべき場所と記載された令状にね、捜索すべき場所として記載された場所に、その非事実に関連する差し押さえ対象物が存在する蓋然性があるかどうか、そこをひたすら見ていくわけなんですけど、それと同じ目で見ていかなければいけないということになってきます。というわけで、また戻りますとね、ここは捜索です。押収の方ではなくてね、差し押さえの方ではなくて、捜索を行うこと自体を適法とした場合、本事例において司法警察員兵の右手を、ね、ポケットから引き抜いた上、ポケット内に手を差し入れた行為が、ね、222条1項111条1項の必要な処分、あるいは、ね、本来行うべき捜索、前はもう捜索許可状の本来的なもう効力でいけちゃうという、解釈論なんだと思いますけども、として強要されるのかを、ね、論じるんだということになってきますね。あとはこの次の点線のところですけど、これ悪い例ね、これ今後気をつけた方がいいと思いますね。多分今後皆さんが引っかかるとしたらこういうところだと思うんですよ。兵に対する身体検査令状が必要であるなどね、ポケットの中には手突っ込んでるから、身体検査令状が必要であるなど論じする答案が散見されましたが、ここに基本知識を書いてくれてます。で多分今後これネタにされてくると思いますよ。今回ね、試験考査員ここを大変気にしてますね。ここのところね、受験生が意外とこんな基本的なことを知らないんだなってことで気にしてると思うんだけど、人の身体に対する捜査はね、このまず身体の捜索です。
捜索、それから次検証としての身体検査、それから鑑定受託者による鑑定に必要な処分としての身体検査、要は鑑定処分としての身体検査ということもありますけども、この3種類のものがあるんですけども、こういうのとほらこの下に書いてある通りね、その論点以前の問題なんだけど、こういう基本知識をおろそかにしちゃうとその事例の処理がそもそもできなくなっちゃうんですよね。なので、ある処分によってどこまでのことができるのかということは十分に、意識しておくということが必要になってきます。ここのところが皆さんの、今後の試験に役に立つことっていうところで、ここを特に強調してお話ししておきたいと思いますね。ちなみに人の身体に対する捜索、ここに3つのもの書かれてましたけど、例えばその捜索許可状でできるものっていうのは一番軽いものなんですよ。もともと場所に対する、プライバシーを解除するための、主眼とした、令状になってますので、人の身体ももちろん捜索対象になるんです、条文上ね。ただそれあくまでも表面的なところで、その着衣を外から触ったりとかね、外形上こう何か痕跡が残っているかどうか、そういうところを見るぐらいのところまでしか捜索としての捜索としてはできません。で今度その被疑者を裸にして、例えば覚醒剤の注射痕を見るとか、あるいはこの体の穴の中に何か物を隠しているかということを見るためには、ちょっとこの場所に対する捜索許可状とはまたちょっと異なるそのプライバシー侵害というのを伴いますので、もうちょっとこの令状の要件が厳格になっている身体検査令状というのが必要になってくるんですよ。ですのでその強制処分の性質としては身体検査になってきますね。でそれをさらに超えて、その捜査機関ちょっとやらせるのは不適切だと、例えばそのレントゲンを例えば胃の中の内容物を調べるためにレントゲン当てるってことになると、放射線で被曝させるわけじゃないですか。それをど素人のその放射線の資格もないような人にやらせてしまうと非常に問題がありますよね。ですのでそういう時はやっぱ専門家にやらせなければいけないということで、鑑定処分許可状が必要になって、要は鑑定処分として、ちゃんと鑑定処分許可状をやってくるってことになりますね。ちなみに面白い判例があってさ、平成21年にほら荷物 の空港に宅配便持ってってさ、荷物を X 線検査やったのあるじゃないですか。あれ検証でやりましたよね。でも今私がレントゲン検査は鑑定処分って言いましたよね。何が違いますっていうと、検証というのは本来基本知識で言うと、捜査官が五感の際で事物の状態を認識する処分のことを言うんですけども、まさにその宅配便とそういう荷物を X 線当てて、状態確認するというのは五感の際で事物の状態を認識しているから、まさに検証なんですよ。でそういう意味でじゃあ今度レントゲンで人の体を取っちゃうのはどうなのかというと、確かに五感の際で事物の状態を認識しているというところが一つ、間違いないんですが、ただやっぱ放射線で被爆させるという点で、捜査機関じゃなくてやっぱその放射線の専門資格のある人にやらせるべきだ、専門的な判断ができる人にやらせなければいけない、そういう用法性のある人の利益が侵害されるんじゃないかというふうに考えているわけね。そうすると検証ではできなくて、鑑定処分としてやらざるを得ないんじゃないかというふうになってくるわけね。というわけで、さっきちょっと話戻りますけど、非侵害利益が何なのかって考えるのがすごく大事なんですよね。非侵害利益を捉えることによって、許されたその強制処分の内容も決まってきますし、それによって強制処分法定主義の要請を満たしているのかどうかということも分かれば、必要な令状、要は令状主義の要請を満たしていると言えるのかということも分かってくるわけですよね。そんな感じのところで、ここのところね、論点以前の今私が喋ったことってのは本当に基本知識のほんのごく一部のところになりますけれども、この論点以前のこの最後のところ、今の段落の基本知識の習得をおろそかにしないでくださいよっていう話のところになってきますね。あとはですね、ちょっと時間があるんで少し設問2の方をお話ししましょうかね。328条の証明力を争う証拠の話が出ております。今のところの続きを見てください。設問2に関しましては、この3行目線引いてあるところ、証拠が全部で4つ出てくるんですけれども、そのうち証拠1、2、4の各証拠につきまして、本事例中に公証言の証明力を争うために取り調べを請求した旨の記載がされ、端的に道場の問題として論述することが求められているのに、なんかいろいろ要証実がどうのこうのといった形で伝聞証拠の話なんかいつもの定義を出してやっちゃった人がいたみたいなんですよ。で結論なんですけど、もう問題文に明らかに328条としての要は証明力を争う証拠として強要されるかって書かれてたら、いちいち伝聞の話をこう軸に置かなくても大丈夫です。もう端的に328の要は自己矛盾供述に限るところ、有名な話あるじゃないですか。規範を出して当てはめを、していってもらえればいいわけなんですよね。でちょっと問題文見て一緒に考えていきましょうか。最後ね、ちょっと時間過ぎちゃうかもしれないけど、若干少しね、ちょっと問題文見ていきましょうか。4ページを見てもらえますかね。一番最後、係争法一番最後になります。問題文の冊子のね、で問題文の冊子の一番最後のところですけども、この設問2のところを見てください。設問2で縦1、裁判所は下線部丸4で請求された各証拠について取り調べる旨の決定をすることができるかってなってますよね。でその前提として、この問題文の本文の方なんですけれども、この上に設問1ってあるじゃないですか。でその設問1のすぐ、その上のすぐ上のところですけども、ちょっと私が線引いてあるところです。 S は公証言のほら、これも証明力を争うため証拠1に
4の各取り調べを請求したってなってるでしょ。これはもう明らかに問題文の形式から328の証拠として請求してるというのが分かるから、いちいち伝聞補足がどうのこうってやるんじゃなくて、328の証拠の判断枠組みを出してもらえればいいわけね。まあ、要は自己矛盾供述に限られるってあの有名なあの、ね話がありますけど、あれを出してくれればいいわけなんですよね。でちょっと証拠を、見ていきましょうか。5ページを見てください。ここにあの実際証拠が4つありまして、で今、説問1の方で聞かれているのは1、2と4ですね。3ではなくて1、2と4です。でこの点ですね、これ甲のね、その供述との関係で328を争う証拠になるかって話になってるんですけども、その前提としまして、まずね、甲の証言の内容を確認しないといけないですよね。今のね、証拠のところちょっとすぐ戻ってきますけど、3ページのところちょっと1回見てください。3ページの縦語のところになるんですけど、結構下の方ですけどね、3ページの縦語のところになります。で、ここのところですが、丁に対する覚醒剤取締法違反被告事件の第1回公判記述において、まあ、丁は身に覚えがない、甲が覚醒剤の密売をしていたかどうかも、まあ、知らないという形で、まあ、いろいろね否認をしてますね。で、まずこの S の方がですね、検察官請求証拠のうち、証拠3については不同意で、この証拠3ってほら、あの説問1で聞かれてないやつなんですよ。ちょっとこれだけ外されてましたよね。あの1、2と4が問われてて、この3外されてましたけど、この3は不同意になってます。で何不同意にしたのかなということで、ちょっと3を見ていきますと、これ5ページのところになりますね。で3の内容ですけど、これ要はね、一番のもう悪いのは丁なんだと。もう丁がね、この組織のもうトップでもういろいろ指示してるんだって話なんですけど、丁の指示で同年、あの線引いてるところだけ見てもらえればいいと思いますね。まあ、丁の指示で同年11月頃から乙兵とともに覚醒剤の密売を開始で、密売のグループのトップは丁なんだと。で売上金の5割をね、私名義の預金口座から丁名義の預金口座に送金だってことね。で当然あの丁の弁護人は、まあこれでちょっとたまんないんで、まあ不同意ということになってきますね。丁はまあこれ本人否認してますから、被告人本人がね、まあ否認していて、弁護人の方もこれで不同意だということで言っております。でそんな中で刑事手続きの流れなんですけど、検察官が、まあ、丁の共謀を、ね、覚醒剤の、まあ、密売の、共謀を立証しようとして、さっき の甲3号証を証拠調べ請求して不同意したらどうするんですか。その後検察官としては、まあ、その書面出せないから、そうしたら、まあ、証人尋問を、この、ね、供述者を証人尋問するしかないんですよね。でそんな感じで、この次のところです。3ページまた戻ってください。最後の段落ですね。ここであのこの甲の証人尋問することになります。まあ、これちゃんと喋ってくれないとね、有罪立証できなくなっちゃうからね、困っちゃうんですよ。あれ不動意にされて出せなくなっちゃったからね。そこで、証人尋問で何を、まあ、言ったのかというと、甲は私は以前覚醒剤取締違反による懲役2年の実刑判決を受け、27年6月に刑務所出所すると、丁が刑務所に迎えに来てくれて、でいろいろね丁の話が書いてあるんですよ。しばらくのんびり生活したらいいと言って50万くれだと。で8月頃から丁、からね、何もしてないんだったら手伝わないかと言われ、覚醒剤の密売を手伝うなと。だからこうはベラベラ喋ってるのね、もう丁がいろいろ指示してるんですよと。でも丁本人は否認してると、完全にね、まあ、という形で、甲の証言の内容は、まあ、このもっぱらね、この3号証を、先ほどの甲3号証の内容に一致するような形になってきました。そうすると、はい、この後どうなっちゃいます。このままいくとこれが証拠にされて有罪認定されちゃうんですよ。丁今被告人になってますけどね、そこで弁護人としては何とかなんないかというところになってくるんですけど、そこで、この説問2のところ縦位置、縦位置のその手前のところね、この事実関係の一番最後のところですね、 S 弁護人 S は甲証言の証明力を争うために、証拠1に4、要は自己矛盾供述をぶつけて、この甲判定での証言がね、証明力が弱いんだ、証明力がないんだという形で、やっていこうと思ってます。でそんな感じで5ページ見てください。まず1、これどうですか。328の証拠として自己矛盾供述になりますか。あとね、あの有名なこの328の証拠に関してはあの有名な判例ありまして、平成18年の、ね、あの最高裁判例になります。であれはあの自己矛盾供述っていうのはやっぱりその、証拠能力のある証拠じゃなければいけないということは最低限言ってるんですよ。もちろんその伝聞の要件を満たすという意味ではないですよ。伝聞証拠じゃない証拠だってことが前提になってますから、伝聞証拠じゃないことを前提に、それでも証拠能力がある証拠じゃなければいけないと。でこの点、これも論点じゃないんだけど基本知識なんですけどね、例えばこう調書、こういう書面がに特にこういう供述録書、人の供述を捜査官が録取したような書面に対して証拠能力が付与されるためには、まあ、最低限本人の署名または押印がなければいけないんですよね。でそういう点で考えると、例えばほらこの1もアウトでしょ。甲の署名を印なしって書いてあるからこの時点でもうダメですこれね。328のも証拠になりませんよね、ここのところね。証拠1、9月21日捜査報告書 P で一応内容はね、まあ、丁がトップだ、あ違うのか、あそうだよね、密売、あ私がトップってなってるのか、
あ、そうか、自分がトップだから、まあ、自己矛盾だよね。確かに後半定では定がトップって言っておきながらね、項がね、定がトップだって言っておきながら、これ自分がトップだって言ってるから自己矛盾供述になるから、まあ、これを弁護人がぶつけて、まあ、後半定での項の、ね、証言、つまり、まあ、定がいろいろ悪いことやってるってことを、まあ、項が喋ってましたけど、あれの証明力がないんだってことを言ってるんだけど、これダメです。ほら、この証明押印がないっていう時点でもうアウトです。平成18年判例に引っかかってしまいますね。まあ、それは当たり前だよね。証拠能力のない証拠っていうのはいろいろ問題がある証拠なわけじゃないですか。それを理由に証明力減災することを認めちゃったらさ、やっぱなんかおかしいでしょ。だから、まあ、最低限ね、証拠能力がある証拠じゃなければいけません。だもちろん伝聞例外要件とかそういう話はまだ言いません。伝聞じゃないこと前提ですからね。なんで328の証拠が伝聞の要件、伝聞例外要件満たさなくてもいいかって言ったら、当たり前の話で、自己矛盾供述の存在を立証して、でその後半定の証明力を争うっていう形で使うんであれば、供述内容の真実性って問題にしなくていいんですよね。要は同じ人が矛盾する供述をこう複数言ってるんだってことで、それで後半定の供述を争うわけだから、まあ、当たり前なんですけど、要証事実考えた時に、要証事実はまさにそういう内容の供述、その同じ人の矛盾する供述が複数存在するという事実であって、内の申請問題になりませんから、伝聞になりようがないんですよ。伝聞の定義っていうのはさ、まあ、後半定外の供述 でそのほら要証事実の関係で内容の申請が問題となるものっていうふうに言いますけど、その内容の申請問題にしなくていいからね。だからそもそも伝聞じゃないんで、別に伝聞例外要件がどうのこうのって話はする必要ないんですよね。でそういう点で今度は証拠3の方になるんですけど、この内容面見てると、定の指示で同年11月頃から高津平が覚醒剤の密売を開始したと。で密売グループのトップは、あ、そうか、これはすいません、これ見ちゃいけないよね。これは不同意にしてる証拠だから、今度2ですね、すいません、縦にね。で縦にのところは、定名義の預金口座に現金を送金したのは借金の返済のため、覚醒剤の密売による売買金は分配したものじゃないと。これほらやっぱ被告人側弁護人側に有利な証拠になるから、これをぜひ328でいきたいわけだよね。と同時に、この本人、この江さんの、自己矛盾供述でもありますから、これによって後半定でね、定がトップだってことを言ったことの証明力の減災を争おうとしてるわけだけど、これはいけそうだね。項の、まあ、署名押印があるっていう点で証拠能力がある上に、この自己矛盾供述っていう要件を満たしてますからね、まあ、だから伝聞じゃないわけですよ。自己矛盾供述だって言った点で、自己矛盾供述の存在を要証事実とした点でもうすでに伝聞じゃありませんのでね、まあ、このところで、328の証拠になるんでしょうね。それから最後、証拠4、オツ。もうオツの時点でもアウトですね。もう自己矛盾供述じゃなくなっちゃうから、別の人の供述を後半定のね、この証言が信用証明力がないんだってことを言うにあたっては、まあ、やっぱどっちかの証言が内容真実だってことを前提にしなければいけませんので、まあ、これはそもそも328の証拠としては予定されていない証拠で、まあ、これこそまさに内容の真実性が問題となる伝聞証拠になっちゃったと思うんですけどね。まあ、いずれにしろでも本件328の証拠として許容されるかっていう趣旨のことが書かれてるんで、まあ、あんまりなかなかごちゃごちゃそういうこと書かないでね、まあ、328の証拠の要件を満たさないからもうダメなんですよという形で書いてもらえればいいと思います。まあ、これが4ページのところになりますね。設問に立て1、裁判所は下線部丸4で請求された各証拠について、これら証拠として取り調べ分の決定をすることができるか。だから要は328の証拠として、まあ、取り調べ決定できる、できない、ね、それだけ結論を書けば、まあ、いい問題でありましたね。あとそれから仮に、縦にのところ最後ね、仮に前議1において裁判所が項の証言の証明力を争うための証拠として取り調べた証拠があったとすると、さっきの証拠の中で取り調べられる証拠ってほらもう多分2しかないから、この 2ね、まあ項が自分がトップなんだってことを言ってる2しかないんですけど、それが328で取り調べられるとしてですね、その場合 R が、検察官が項証言の証明力を回復するためであるとして、改めて証拠3の要は手がトップだってことを甲が喋ってるやつを取り調べ請求したときに、これを証拠として取り調べる旨の決定をすることができるかって話ね。でこれは甲は公判定で検察官に有利な内容のことを喋ってます。で甲三号証も内容的に検察官が有利な、とにかく、まあ、今回被告人になってる手が、ね、トップだってことを共に言ってることになるんで、共に検察官有利な証拠になってくるんですよ。でこれを今度公判定での、まあ、証言が一回そのさっきの、ね、甲二号証で328で証明力減災されてるんですけども、この甲さんを今度さらにまた検察官がぶつけることによって、公判定での甲の証明力、証言の証明力を回復することができるかってことを、まあ、聞いてる問題になってきます。でその回復証拠が328の証拠として、まあ、共有されるかに関しては、まあ、学説では基本的にはね、要は一つその矛盾する、同じ人が矛盾する供述をいくつもやってるってことは、それは逆に、まあ、信用できないことなんだから、まあ、そういうものを、ね、証拠に使っちゃうと誤判の恐れがあるんだということで、まあ、回復証拠には328の証拠には回復証拠が含まれないという見解、学説では、まあ、結構これが強いですね。で実際 の裁判実務の方では、まあ、下級審の、まあ、判例では、まあ、回復証拠を認めているものもあります。なので、まあ、結論は、まあ、どちらでも、まあ、構わないんですけど、いずれにしろ適切な、ね、理由を付して、まあ、どっちの方に考えるのかというところは、ね、一つ考えてもらえればと思いますね。でこの点じゃ最後そこのところの採点実感を確認して終わりにしておきましょうか。まあ、ここのところね、41ページ、
41ページのところ見てください。41ページのですね、一番最後の段落でいいと思いますね。この設問2の2についてはってとこね、その回復証拠の話、ここだけじゃあ最後ご紹介していきます。回復証拠が、刑訴法328による強要されるかを問うんだと。で、2行目ね、回復証拠と増強証拠の区別が理解できてない答案とか、あとこの2行ぐらい下、その実際に証拠3が証明力を回復する証拠となり得るのか当てはめがされていないものね。ほら私今証拠の内容を見たじゃないですか。その内容を見ていかないと回復証拠になるのかどうかっていうことがそもそも認定できないからね。ちゃんとその供述内容を見てね、それが回復証拠に当たり得るんだってことをまず言っていかないといけないですね。で、証拠3が回復証拠となり得る実質的な理由としては、好証言と一致する内容の証拠3をね、公判定で検出することによって、公判定外によって矛盾供述をしていないことがむしろ例外的であり、基本的には一致供述をしていることが明らかになるので、二次矛盾供述が解消され証明力を回復しているとかね、これが可能だろうと。あと反面ですね、次のページですけど、回復証拠となり得ない実質的な理由、学説の方ではちょっと回復証拠は結構否定的な、見解多いですけども、公判定での供述の間で矛盾があり、むしろね、その時々で供述を変遷させるものと言えるから、そのものの供述は信用できず証明力が回復できないんだという形で言ってますね。いずれにしろ理由が書いてあればどっちでもいい。最高裁の判例がないところなんで、回復証拠の強要性に関してはね。で、下級審の判例もそれ認めてるのは東京高裁のやつでありますけれども、理由を何も言ってないんですよ。なので、ここはもう全然最高裁のところで確定してないところですから、もう自分で理由つけてね、どっちでもいいんでね、やってもらえればと思います。じゃあこれで採点実感とね、講義は終わりにいたします。